皆さんこんばんは。すいません。やっぱコラボ枠ダメですね。2018年3月の21日、1時56分です。何の話してたっけな？めちゃくちゃいい話してたんだけどね。なえるわ、本当に。コラボ枠でぶつ切りにされんの。めちゃくちゃなえるわ。はい、こんばんは、ターさん。なえるわ。超いい話だったのに。ちょっとなえちゃったよ、一回。なえたわ。ごめんね、みんなもなえるよね。たくあんさん、こんばんは。いいとこだったのに、何の話したか忘れちゃったよ。剣坊はだつ。すっげえ語りたいことだったのにな。俺ね、でもね、なんつうんだろうな。俺ね、体験は嘘つかないと思うの。体験とかは嘘つかないんだよ。で、俺、体験を物事に語るようにしてるのね。体験を。せいちゃんはどっち？で、よくね、勘違いされることが一個ある。それはね、ポジショントークをしてるように見えるんだよ。多分ね、俺は結構普遍的な物事をみんなに、ポジショントークするときはするんだけど、ポジショントークってわかる？要は、俺が生活保護を受けてたら、生活保護を擁護するっていうのはポジショントークになるわけよ。でも俺は生活保護抜けても立場を変えてないでしょ。だから結果としてポジショントークではないよっていうことを言いたいんだけど、要はね、ポジショントークしてるように誤解を受けやすいのよ。だから、金の話で金を掴んだら、どうのこうのっていう話ってポジション変えてないわけよ。つまりポジショントークじゃなかったでしょ。ハッスモさんはずつ。だからね、ポジショントークだっていう誤解は払拭していきたいよね。桜花火ありがとう。桜ありがとう。ハッサムさん。俺はね、結構ね、そういうところはないんだけどね、客観的に見るとみんなね、ポジショントークしてるように見えるらしいね。それが何なのか全然わかんないんだよな。どっから来るんだろう。どうしてそんなことになるんだろうな。自分の意見を決定の話っていうかね、頭のいい人ほど自分の意見を言わなかったりとか、確定的ではない話し方をするのよ。でもそれって意思がないのと一緒だっていう話をしてた。頭のいい人ほど自分の意見を言わない。なんでかっていうと、自分の意見を決めつけてしまったら、後になって間違えた時に自分が責められるっていうのを計算して言わないっていう方法があるの。頭のいい人ほど日本人ってこれをやりやすいのね。で、日本っていうのは恥の文化って言われてんの。要は、間違うこと、失敗することが恥だっていう前提に立ってるのよ。だからこういう頭のいい人ほど、中立的な意見を言うとか、黙っているっていう判断をするんだよ。サイレントマジョリティはちょっと原理が違うんだけど、なんかこれもったいないと思ってて、俺バン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 間違える人の方が、現代向きだと思ってんのよ。っていうか、むしろ人間の本質だぐらいに思ってんの。で、失敗することを褒める文化に変えませんって思ってんの。めちゃくちゃかもしんないけど。失敗したりとか間違うことをもっと褒めましょうっていうのが俺の考え方。これなんでかっていうと、初めから打率10割のバッターなんていないでしょ。いる？いないでしょ。まあ、せいぜい3割とかですよ。でしょ？相手に考えさせるために泳がすこともない。どうだろう。俺が言いたいところはそこじゃない。なぜ黙るのかっていうことじゃない。そう、間違った方が経験則として豊かになると思ってて、むしろマイケル・ジョーダンが言ったんだよね。なんか、試合の後にシュートの本数すげえすげえ決まるって言って、インタビュアーが「すごいですね、何本決まりましたよ」とか、そう、シュート率何割ですよとか、そんな話ばっかりして、ジョーダンがブチ切れたことあんの。お前らさ、って俺が話したいのは、俺がシュートうまいって話じゃなくて、俺がどれだけシュート失敗してきたかの話を聞いてくんねって言ったの。要は、それジョーダン何が言いたかったかっていうと、俺は誰よりもシュートの練習してシュートを外したから打率がいいに決まってんだろうって言ったの。わかる？そう。
要は誰よりも失敗したから誰よりも成功するんだよっていうことを伝えたいのに、なんでお前ら成功した話ばっかりインタビューするんだよって言ったの。これ俺すげえと思うんだよね。すげえ。ありがとう、いやよ。そう。なんか、その、間違えた人を叩こうっていう文化があんまり好きじゃないんだよね。いや、俺ね、失敗すら褒めていいと思ってる、俺は。カーマさん。失敗も褒めていいと思ってんの。ちょっと言い過ぎかもしれないけど。要はね、失敗を褒めないとダメだと思ってる。そう、失敗イコール無駄だって考えるけど、俺は人生に失敗なんかないと思ってんの。ただ経験が上がっただけだと思ってんの。あの、失敗なんてものは世の中に存在しないんだよ。逆に言ったら今成功して積み上げてるものの数よりも失敗作の方が多いはずなの。絶対に断言できるの。世の中でみんな成功したものばっかりに目を当ててるけど、失敗、あまたの失敗の上にそれが成り立ってるだけだから、人類もっと失敗しようよって言いたいの。失敗がないと成功が生まれない。だから失敗を褒めちゃった方が結果的に成功が増えるっていうのが俺の考え方の。だから失敗を恐れない生き方とか、やっぱりその根底には失敗を否定する論理が入ってるの。そうじゃなくて、トライ頑張ったね、次行こうとか、お前よくやったよ、さあ次次っていうぐらいの、全員がそうなった方が豊かになるんじゃねえのっていうのが俺は思ってんの。あのね、人間って超頭がいい生き物だから失敗嫌がるの、勝手に失敗嫌がるから勝手に上手くなるだけだと思ってんの。勝手に上手くなるの、勝手に続けたら。それくらい優秀な脳みそをもっと上手く使おうっていう。いや、俺ね、けなし役が必要だっていう考え方がね、現時点で俺反対派。あのね、けなして伸びた人見たことないの。悔しい思いして伸びた人見たことないの。で、そうやって強くなるタイプの人って性格歪んでる人が多いの。なんかね、ゴリゴリの結果主義だったりとか、なんつうの、権威主義になる可能性が高いと思ってんの。強いやつは偉いとか、あと結果を残せば何やってもいいっていうタイプの人間ができるっていうのをよく知ってるから、あんまりね、けなし役は俺は正直いらないぐらいに思ってる。俺、生きてく上でリスクなんかないと思うよ。リスクあること、に現代の日本人で生きてく上でリスクなんかないと思ってるよ。なんかあんの？本当にリスクってなんだろう。死ぬことぐらいじゃないの。で、何かをやってて死ぬことってあんまりないと思うけど、なんか本当に死に直面するようなことがあったら俺は徹底して教えるべきだと思うの。だから飛行機のパイロットとかお医者さんとかまさにリスクの塊だから、毎日リスクと向き合うわけだから、しかも他人のリスクじゃん。だけど現代社会でリスクがあることってあんまりないような気がするんだけどね。そう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 、厳しくすればいいって言って滅んだのが日本の職人芸っていう。本当に本当に。そう。いや、俺飢え死にって相当レアだと思うよ、現代の日本で。周りに与えるリスクって何？俺死ぬこと以外リスクだと思ってねえかんな。ごめん、ちょっとわかんねえわ、ターさんの言ってること。死ぬこと以外リスクじゃなくない？どうなんだろうね。厳しくする人っているのかな。なんか俺ね、あの友達のエピソードですげえ感動した話を聞いたことがあって、あの先生にぶん殴られたんだって。アウトローの社会ではリスクはあるだろうね。だからそれやっぱ生きるか死ぬかっていう選択だ。やっぱり茶が飛んでくるわけだから、だから生きるか死ぬかのアウトローの社会ではリスクはあると思ってんの。でもアウトローの社会ってアンダーグラウンドだから、一握りの人間だ。その人たちはだからやっぱ特殊な業務だから。で、まあまあ、そのアウトローの社会で生きる死ぬっていうのはやっぱ死の定義だからっていうので終わるんだけど、何を話そうとしたんだっけな。飛んじゃったよ、チャム。
飛んじゃった。何を話そうとしたんだっけな。飛んだな。寝てないからだな。いやー、なんかね、難しいよ、やっぱり。リスクの話なんだけど、飛んじゃったわ、アウトローの話で。悪い人間は存在するね。あ、そうそう、ありがとう、チャム。友達に聞いたいい話があって、先生が、学校の体育の先生がいきなりぶん殴ったんだって。ぶん殴った時に、普通だよ。普通の話だと、殴る方も痛いんだとかさ、お前らこんなことやって悪いだろうとか説教をするじゃん。その先生は違うことをやったの。先生ぶん殴ったの。その友達を。その後に胸ぐらつかんで何て言ったかって言ったら、大人だって切れたら切れるんだよって。大人舐めんなよって。お前先生だって切れたら殴るからなって言ったの。俺はムカついたからお前を殴ったって言ったの。くっそかっこよくない？この先生。これが俺本当の教育だと思うの。ムカついたら殴るよねっていう。そう。超正直だと思うの。で、その時に、俺らダメだな、怒らせたらって気づいたって言ってた。俺らが調子乗ってたって本人は勉強したのよ。綺麗事言ったら聞かなかったって。でも、大人もおちょくったり、先生もおちょくったらぶん殴るんだっていうのを身に染みて分かったんだって。俺、これ大事だと思うのよ。本当の気持ちをダイレクトに言うって。だって先生をおちょくったらぶん殴るじゃん。で、ムカついたから殴ったんだ、この野郎って。やんのかって言ったんだよ。俺、すげえかっこいい先生だと思うよ。まあ、先生は結果として悪いことをしました。これ、体罰ですよ。でも、当たり前じゃん。これ、いい話じゃない。どう？なんだ、てめえ、つって。やれるもんならやってみろ、つったらしいよ。怖くねえぞ、この野郎って。クビになって上等だよ、みたいな。俺、これは教育としてすげえ正しいと思うんだよ。いや、ムカついたら殴るっしょ。そう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 。いや、まさにだからさ、尾崎豊の世代とかさ、ねえ、なんか悪いことばっかり言ってんじゃん。盗んだバイクで走り出すとか、窓ガラスの校舎壊して回ったって、今の若い子たちが聞いたら、はぁだと思うの。思わない？多分ね、今のゆとり世代の子が聞いたら、なんでこんな歌売れたのって言うと思うよ。何この歌詞みたいな。いや、勉強しようよとか、普通のこと言うと思うんだよね。でも大人がその堕落したから子供が舐めたっていう時代だと思ってんの。そう思わない？大人が舐められてただけの時代。だってあの頃すごかったよね。親父狩りって言葉があったんだよ。モンスターハンターかよって思わない？親父狩りだよ。親父は狩りの対象だったんだよ。今の若い子絶対そんなことしないじゃん。俺、昔の、なんか、俺らのちょっと上の世代、怖かったもんね。大人イコール敵だったもん。大人には何やってもいい。大人は敵。大人から奪う。大人は、殴る。エアマックスも買ってたけどね。ちよちよ、こんばんは。いや、大人怒らせたら怖いよ。懐かしいよね。で、金の話に戻るんだけど、でもね、やっぱり幻想だよ。金持ちになったら幸せになるっていうの幻想だよ。俺、はっきり言って幸福度変わってねえもん。ただ、買いたいもんは買えるようになった。本当にそれは嬉しい。いろんなことができるようになった。それは嬉しい。じゃあ、幸福度上がってますか？上がってません。はっきり断言します。なんなら貧乏だった頃も幸福だったよ。俺は。生活保護の頃とあんまり変わってねえ。3倍幸せになったってことでしょ？ 3 倍収入が上がったんなら。上がってねえな。不思議だよな。だからこれを若い子に言いたかったの。まだ社会に出てない学生とかに言いたかったの。あのね、違うんだよ。だからさっきからずっと言ってんの、一郎さんね。前提条件言うよ。金はあればあるほどいい。で、金はあればあるほど不幸が減らせる。ただ幸福にはなれないっていうのが俺の定義なの。わかる？不幸は減らせるんだよ。ただ幸福にはなれない。選択肢広がるよ。だけど、じゃあね、猫背さんね。じゃあなんだけど、
だから年収10億ぐらいになっても多分俺このまんまだって断言できる。断言できる。多分変わらない。だからいつも言ってる通りをマキル。1年前も3年前も同じこと言ってた。これが高級マンションになってタワーマンションで空が綺麗で車は外車になって服がなんかブランド物になってっていうだけ。何にも変わらない。まあ悩み不幸に近いね。いやだから同じ意見だよっていうことを言いたかった。ああ、港区が離婚率高いんだ。なんでなんだろうね。面白いね。そうそうそう。貧乏でも幸せな人がいるけど、日本人って、なんか金があっても幸せになれないんじゃないかって思う。あのね、もっと言うならね、デイデイさんの言う通りで、金があれば何かできるって言ってるやつは、金を持っても何もできないと思ってる、俺は。金がなくて何かやるやつが金が入ってくるだけだと思ってる。これ正解だよね、絶対。俺金があったら何かできるのにって言ってるやつに金は来ない。 もしくは金があっても何もやらないやつ、で金がないのに何か動き出してるやつは金がどんどん入ってくるやつよ。だろ。だって俺生活保護で何にもなかった。金欲しかったもん。何持ってた俺が。俺が何持ってたか言えよ。ここにいる全員より貧乏だったよ。俺部屋すら持ってなかったんだよ。ホームレスだったんだよ。何も持ってなかったんだよ。4年前まで、5年前まで。で、その時の生活よりは不幸ではなくなった。でも幸福ではないよ。ああ、でも本当に思う。物とかおもちゃとかたくさんあるけど、使い方わかんねえって言ってる気がする。だから物がなくて、一個のつまんねえおもちゃとか、子供の頃ね、なんで楽しかったのかって、俺よく話すんだけど、鬼ごっことかで楽しかったじゃん。大花火ありがとう。イムタさんのコメント、いやお前は勇敢な心というものを持っていたぜ。イケメンかよお前。アバン先生かと思ったわ。アバン先生って言いそうになった俺。アバン先生ですか。なんか大の大冒険思い出したんだけど、アバン先生でしょ。いや笑うっしょこんなの。いやでもね、それね、すごく大事なことなんだよ。あのね、なんつうんだろうな、あー、放送ありがとう、一郎さん、ハートありがとう。アバン先生知らないの？大の大冒険に出てくるアバン先生知らないの？アバンストラッシュ、アバン先生知らない人いんの？メガンテ、このシーン知らないの？いや、アバン、いや、大の大冒険知らないの？めちゃめちゃ名作なんだけど。わかんないの？え、ドラゴンクエストは知ってる？ドラゴンクエスト知ってる？イムタさん。ドラゴンクエスト知ってます？ドラゴンクエスト。知ってる？ドラゴンクエスト。あ、大の大冒険ってもう知らない世代出てきてるんだ。マジか。じゃあみんながびっくりする話だけど、ドラクエっていうゲームは知ってる？ギガスラッシュとかギガブレイクとかグランドクルスって技は、もともと大の大冒険っていう漫画が作り上げて本家に移植されたんだよ。だあの6で、6っていうのがふんだんに、その大の大冒険で流行った技がもう埋め込まれてんの。マジかよ。それまではだからギガブレイクとかギガスラッシュっていう技はなかったんだよ。そう、逆輸入でも名前が変わっててギガストラッシュだったの、本、あの大の大冒険は。それがギガスラッシュになって、グランドクルスって技だったのがグランドクロスになったの。ドラクエやったことねえが。大の大冒険面白いよ。めちゃめちゃいいよ後半。ドラクエ好きだったらめちゃめちゃ感動するよ。めちゃめちゃ面白いよ。だってそうね、大っていうのはあの3つの人間族と魔族、要は、ま、なんつうんだろう、魔物、魔族っていうやつとドラゴン族っていう3種類の人種がいて、魔界に落とされたのが魔族とドラゴン族の。
で、人間が地上世界で生きてるの。だけど、この3つが戦争をずっとやっていて、神様に地上を与えられたんだけど、この3つがバランス取れるように、竜族と魔族と人間族の合体した、その、竜騎士っていうのが調和を保つために生まれたんだけど、それが主人公なのね。後々の。で、人間として生まれてきて、後で気づくんだよ。その竜族、その、ドラゴンの騎士っていうのに気づくんだけど、ダイは迫害されるんだよ。人間族に。人間のために生きてるのに人間族に迫害されるんだけど、ダイはすげえかっこいいよ。お前また魔王に言われんの。魔王は魔族の王様だから。で、ドラゴンの王様は親父が封印してるのよ。だから最終的に大魔王と戦うんだけど、大魔王に言われんの。お前は俺のことを殺してもまた人間に迫害されるぞ。お前は、お前のお袋の命を絶った。要は、お袋を殺したのは人間なんだぞって言われた時に、ダイは言うんだよ。お前を倒して、この地上から俺は去るって。めちゃめちゃかっこよくない？人間は確かに間違えるけれども、僕のことを迫害するけれども、お前を倒して、俺は地上から去るって言って戦うんだよ。人間が最低な話なんだよ。で、親友のポップが、ああ、大の大冒険読んで、人間のポップが、なあ、犠牲の精神っていうかね、違うんだよ。違うんだよ。いや、キリストっていうかね、いいんだよ、大の大冒険は。アバンが最後亡くなって、泣くとき感動した。最後亡くなる？最後亡くなる？アバンが。え？アバン生きてるけど。アバン生きてるけど。え？宗教の精神図が、俺はあれがすごい好きだったね。そう、迫害してくる人間のために命を戦って去るんだよ、地上から。いや、超かっこよくない？超かっこよくない？俺はだから言われるの、大魔王に。おいって、お前リスナー相手にしてもアンチ攻撃してくるだけだぞって。なんでお前俺と戦ってんだよって。アンチに叩かれても配信続けるって。めっちゃかっこよくない？めっちゃかっこいいでしょ。いいんだ。確かにリスナーにはアンチと囲いがいるけれども、アンチがいるのは仕方がないよ。めっちゃかっこいいでしょ、俺。めっちゃかっこいいでしょ。いや、めっちゃかっこいいでしょ。迫害されても愛するっていう、この大の精神を引き継いでるから、めちゃめちゃ感動するじゃん。アンチ今泣いてるよ、多分。ふわーつって。あかーんつって。関西弁のやつ多分泣いてるよ、うちのリスナーも。アバン先生理系だよね、完全にね。いや、漫画は大事だよ、本当に。俺はね、大体人生の大事なことを大体漫画で教わったからね。漫画に教わってきた。例えばこういう時はって、こういう人生の屈強な時はどうするのって言われたら、大体俺漫画から引用できるもん。ホットドッグ食いながら泣いてる。いや、聞いて、逆に。ワドにピンチがあった時、漫画の俺の引き出しを上げると大体解決するから。何でも振ってごらん。何でも振ってごらん。あ、その時はこの漫画を引用するんだよって。それくらい漫画マスターだから、俺は。さっきも秘密の話が引用に出てきたでしょ。君を立て、だっけ。大のオープニングテーマ。あの歌くっそダセーけど。子供の頃からダッサって思ったけど。漫画ね、読んだ方がいいよ。例えばね、スラムダンクも読むべきだし、大体ね、読んだことないやつがディスるのが一番許せないんだよな。まあ、スラムダンクは読んだことあるだろ？みんな。いや、いいことっていうか、もう、なんか全てが詰まってるよ、漫画の中には。漫画はすごくいいよ。漫画読んでたら大体ね、いいですよ。
でね、ポップ。漫画村はどう思うか。漫画村は悪い。漫画村は悪いけれども、もっと悪いのは漫画業界。漫画村の方が高画質で便利で、はっきり言うよ。権利は守るべき。漫画家の権利は守るべきだけど、漫画の出版社は仕事サボってませんか？金払うよ。今まで払ってたんだから。ただ、便利なものには勝てないのよ、人間っていうのは。俺は漫画村読まない。見ない。だけれども、若い子は見るよ。だから業界頑張れよって思うの。出版社の、そう、怠慢のツケが回ってきたんだから。あ、珍遊記最高だよね。そう、出版社の殿様商売。だから、漫画村は確かに悪いことやってるけれども、あそこにニーズがあるっていうのに早く気づけよ。っていうか、漫画村が出てこなかったら気づかなかったのかよ。ふざけんじゃねえよっていう。もっと早く動けよ。仕事しろよ、バカ野郎。漫画の出版社にいたらわかるだろ。子供は待ってるんだよ、漫画を。新遊記のラーメン。隙を突かれただけだよ。いや、だけど漫画村はでかいことやったと思うよ。違法だけど。漫画村は出版社やれよって気づかせたんだから。だからね、こういう、なんつうの、利権で仕事しない奴らにケツ叩いたっていうので、いう意味では俺は良かったと思ってる。俺は漫画村でやってることは肯定できないけど、それがイノベーションってやつだから。だから、お客様は金払うよ。牧場をめちゃめちゃ投げるよ。何言ってんだよ。牧場をめちゃめちゃいいよな。もう何がいいってさ、チンコ振り回してこうやって、わーってやってるのが一番よくない？走れ、走れ、わーっつって全員振りチンでさ、俺と同じチンコがさ、おっさんたちがわーっつってチンコ振り回しながら馬券回して、あれすげえよかったよ。あれ。わーっつってチンコ振り回しての最高だよ。なんで全員裸なんだよ。あれ最高でしょ。中米がいいんだよな。いや、牧場王めちゃめちゃいいよ。なんだっけ、ロバなんだっけ、本当は。お坊ちゃまくんを書いてほ、俺ね、そう、小林、こいつだよ、ゴーマニズム宣言なんか、小林よしのりはさ、もう政治いらないから、ちゃまーっつってさ、ピエール・カトリーヌって言ってた時の方が全然面白かったよ。お坊ちゃまくんなんか最高傑作だよ、小林よしのりの。なんであんな政治色強くなっちゃったの？いや、俺はっきり言うよ。小林よしのりはギャグ漫画描いたら日本を幸せにできるんだよ。そんなやついる？だってさ、漫画描いてるだけでどれだけの子供たちを笑わせたんだよ。あいつ日本を救ってたんだよ。何が政治家だよ。もう左翼やめろよ、あいつ。いや、マジでね、ほんと小林よしのり一回引っ叩いて説教しないとダメだよね。いや、名作だよ、本当に。だって、歌よ。金持ち、金持ち。ちょっと歌おうか。ちょっと待って、お坊ちゃまくんの歌詞見るわ。お坊ちゃまくん、歌詞。あれ、めちゃめちゃ名曲だよ。あれ、大人に、金持ち、金持ち、いただき持ち、ぽっくんは歩く身の白金だよ。金持ち、金持ち、持ち肌持ち、リッチな挨拶そう、友達んこ。あ、A メロ歌えるかな？あ、歌える。容赦なく厳しい人、お父ちゃまの教えは。いや、めちゃめちゃ名曲でしょ、これ。ぽっくんは歩く身の白金だよ。ぽっくんは歩く身の白金だよ。名曲でしょ。すごいオープニングだよ。金で解決バイヤ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 だよ。金で解決バイヤ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 だよ。すごくない？金があれば何でもできるって歌だよ。このタイトルとはちょっと反するけど、世の中は金が全てではないっていうタイトルで、お坊ちゃまくん大絶賛だよ。
重久さん花火ありがとう。匿名係長花火ありがとう。いやもう下水下水下水の極みですよ。ビンボッチャマの服とか、しかもビンボッチャマのエピソードとかめちゃめちゃ泣けるかんね。ビンボッチャマ大好きなんだよ、哀愁の漂う方。いやいやそういうことでしょ。金で解決バイヤイヤが最高だったって、世の中金が全てではない枠で言うんだから、矛盾ですよ。ディオブランドいらっしゃい。いやー、小林よしのりはなんであんな感じになっちゃったんだろう。家もハリボテだよ。家もハリボテってすごいよね。うん、昆布ペロペロして白米。だってトイレ見たことある？お坊ちゃまくんのトイレが、なんつうんだろう、俺の家よりでかいのよ。ダーンってなって黄金の便器があるんだよ、 和風便器が。でカラカラするのが届かないの。いや、お坊ちゃまくん最高のアニメでしょあれ。いやー、傑作だよな本当に。あとね、俺は東京大学物語よりもタルルートくんの方がエロかったっていうのが持論なのね。和式だよお坊ちゃまくん。黄金の便器。うん、お坊ちゃまくん一筋でいけば、俺だってお坊ちゃまくん大好きだったもん。鳥山明超えてるっしょ余裕で。うん、和式の金でできた便器なの。もうとにかく最後は金で無理やり解決するっていうストーリーだよ。もうドラえもんとかみたいな感じで毎回毎回金で全部を解決するんだよ。友情とかじゃないの。友情も努力も何もないの。とにかく財力だけで解決するんだよ。ねえ、たこ焼きよかったよね、タルルードくん。お札でシリフくんだ、そうだ。そうだそうだ、お札でシリフくんだよね。もう最高だよあれ本当に。うん、いやー、いい漫画だよね。ギャグ漫画好きだったらヤバゾーが好きな漫画俺ピックアップできるよ。浅井さんとか好きじゃん。フェイスガードトリコって漫画知ってる？フェイスガードトリコ、フェイスガードトリコは絶対ヤバゾー好きだと思うんだけど、知らないでしょ多分。だから浅いんだよ。フェイスガードトリコ知ってる人いる？あいつもだから意識高い系だからな。フェイスガードトリコマジ面白いからな。知らないでしょ。だからギャグ漫画もね、シュールすぎてわけわかんない作品とかあるんだけど、フェイスガードトリコ、あの大日向剛先生っていう大作家がいるんだけど、これ絶対好きだよ。知ってる人いる？フェイスガードトリコ。フェイスガードトリコを知らないでギャグ漫画語ったらダメだよ。もう最高傑作だからこの作家、フェイスガードトリコ。ぜひおすすめですね、フェイスガードトリコ。あー、ぜひぜひ、もう一緒に語り合いましょう。金なのか金じゃないのか。あとね、おやつくん、これもね、これもうわけわかんない。フェイスガードトリコを超えるおやつっていうのがあるんだけど、ここに至ってはもはやわけがわかんないから、この漫画、この漫画はもうすごいよ、おやつくんは。うん、いやもうすごい。大日向剛先生はギャグ漫画界のトップにいるっていうか、なんて言うんだろう、もうね、説明できる回が一つもないの。もう見たらわかるとしか言いようがないんだけど、なんだろうな、起承転結とかじゃないんだよね、もうずーっと木みたいな。全ページ木だけで終わるみたいな。なんだろう、なんて言ったらいいんだろう、あるかな漫画。ちょっと待って、おやつはあるかもしんない。おやつある、あった、フェイスガードトリコあったわ。あった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 、さすが俺。これこれこれ、フェイスガードトリコ、これね。スカイプで議論、あー、いやちょっと待って、フェイスガードトリコの話させて。うん、なんだろうな。じゃあこのページちょっと引用するけど、このページね、
もめーんで終わるのよ。ね。このページはもめーんで終わるの。で、木綿豆腐投げてるでしょ。もめーんで次のページ行ったら、ヘルクレス。木綿豆腐がヘルクレスってパーンってしてるでしょ。で、その木綿豆腐がヘルクレス。わかる？誰か。これ誰かわかる？うん。2階へ上がって、先輩これは2階へ上がってみろ。ヘルクレス。いや、だからずっとこういう作品なのも。もうずっとこういう展開の。ちなみに言うと、木綿がなぜ上がるのかも前振りないかんで。うん。もう最高に面白いよ。逆漫画極めてるから、フェイスガードトリコ。いやーもうね、ギャグ漫画超えちゃっててね、哲学的な域なんだよ。そう、ぶっ飛んでるの。だから何も記憶に入ってこないの。いや、滑ってるとかじゃないのよ、もはや。なんだろう。もうわかんないっていう域。もうすごい。大日向剛先生はすごいよ。天才だよ。ぜひ読んでほしいね。もうだんだんじわじわ来るから。もうじわ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 やってくるから、やつは。浦安鉄筋家族じゃない。だから木綿パーンヘルクレスだよ。もうまさにあの2ページぐらいでもうそういう話っていう感じ。もうどこ読んでもそんな感じなの。うん。何だろうな。もうだから全部はそんな感じだよ。うん。いや、読んだらわかるよ。裏鉄なんて読みやすい、読みやすい。だからもうなんつうんだろうな、シュールの極みみたいな作品。シュールを極めたらこうなるのねっていう。なんだろう、違う、もうね、世界観がね、あれってマリファナ吸ってますみたいな。なんかマリファナ吸いながら書いたのみたいな。なんかブリってるでしょこの人みたいな、そういう作品。なんかもうずっとついていけないっていう。あ、おぼっちゃまくん読めるんだ、漫画村。でもおぼっちゃまくんはどちらかっていうとアニメじゃない、やっぱ。俺はアニメだったから、おぼっちゃまくんは漫画よりアニメだと思うけどな。なんか普通に面白かったもん。あ、岩田つゆけんたんめん。バカありがとう。っていうかさ、俺さ、怖いんだけど、なんでこんな花火もらえるようになったの？なんなの急に。なんなの本当に。本当に意味がわかんない。株価上がった最近。なんかの業界がバブルになってるとかじゃないと説明がつかないんだけど、俺さ、1月の末って本当に苦しかったんだよ。2ヶ月家賃払えてなかったんだよ。何があったの？この、2月3月が意味がわからない。もうわかんないよね。逆に聞きたいの。なんで花火くれるのって。何があったのこの2ヶ月。だって何も変わってなくないこの2ヶ月。たまたまなのかな。いや、だから、それにしてもだよ。それにしても、なんか、もらいすぎじゃない？ゆっくり上がっていくならわかるじゃん。いや、楽しいは楽しいんだけど、だけど何が変わったのかが全く整合性がないから説明不能だよね。本当にもともと見てて花火投げてなくて投げるようになったのか、たまたま投げる財力のある人がたまたま2月から出会ったのか、
なんだかわかんないの。何裏でミーティングとかしてんの？なんかダボス会議みたいな、わかんないけど、俺ダボス会議が何なのかわかんないけど、なんかあのダボス会議を始めるみたいな、長谷友さんとかがこうやって、次は誰に花火あげようか、つって、はい、和道くんがいいと思います、って、うん、和道くんがいい人、はいはいはい、じゃあみんなで和道くんに花火投げることにしよう。みたいなのがあんの？ダボス会議。ダボス会議って何？誰か教えて。ダボス会議って何？わかんないけど。俺にとってのダボス会議ね。うん、わかんないけど。みんななら知ってるんでしょ？ダボス会議。よく言うじゃん。ニュースとかでダボス会議、ダボス会議って言ってるじゃん。あそこで決まったの？裏でそんなことしてないの？もらいすぎじゃないんだ。イメージ悪いが勝ってたのが、ん？今までは、ん？確か言っちゃ悪いですけど、イメージがもともと悪かったと。何かイメージが上がったの。紅茶を飲みながら、そうそうそう。そうそうそう。後ろの方でね、メイドがね、カチャッつって。もちろんティーカップは、ティーカップは指なんて引っ掛けないよね。こう。こうやって飲む人たちね。ダボス会議では。小指を立て、その耳の部分をグリップして、こう飲む人たち。そして、あの、塩コショウはこうやってやる人たち。スパイスは金属より価値がある人たち。うん、世の中金じゃないって言葉、あ、これね、主題に戻るんだけど、人よりも、まあに、まあ、それこそ1月の収入、まあ、あんまり変わんなかったんだけど、収入が3倍になったんですよ。で、言っちゃ悪いですけど、お金いただけるようになったんですよ。で、そこで今しか言えないと思ったの。金掴んでる人の気持ちは、まあ、そんな金持ちじゃないけど、まあまあ、まあまあ、いただいてますよ。まあ、あ、ごめんね、本当に。ごめんね。本当ごめんね。いや、やらしいかもしれないけど、やらしいかもしれないけど、まあまあもらってますよ。ね。っていうことは、今しかないと。今言えば説得力があると。金じゃねえと。わかる。いやいやいや、まあ、それなりにですよ。それなりにいただいてますよ。うん。うん、あ、話してみたらいいじゃんってなったのね。前評判悪かったけどね、うん、いやだから何なんだろうな本当にな。いや俺前から言ってたよ、前から変わってないよ。いや金に関するのは、金掴んだ後も、要は収入が3倍になったんですよ僕。だから3倍になった現時点で変わってないよって言いたかった。でも収入が上がらなかったら言う資格はないと思ってたの。わかる。金じゃないって言ってもわかんないだろうなと思った。お前貧乏だからそう言ってるだけだろって言われちゃう。でもまあ金3倍になりましたよ。多分30代ではそこそこもらってる方ですよ。そう思わない？そこそこもらってると思うの30代で。まあやらしいけど、ごめんね、ごめんね。32歳でそこそこもらえるようになったんですよ僕も、皆さんのおかげで。ってことは、今でしょ？うん。まあ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 。まあまあまあ、そういうことですよ。はい、こんばんは。要は、配信ドリームを掴んだわけじゃん。配信ドリームを掴んだ一人であるわけだと思うの。配信でよくなった方だと思うから。だから、やりたいことやった方がいいんじゃんって。やりたいことやって突き詰めて、だから俺は正直言うと金よりも掴んだものっていうのは、やりたいことで飯が食える方の感動の方がでかいよって言ってんの。だからそのお金があればいいんじゃなくて、やりたいことやって飯食う幸せってあるぜって。それはバイトしながらでもできるから、年取ってでもできるから、いつでもシフトできるから、そっちの方がいいんじゃんって思うの俺は。
なんかそれって楽しいぜっていうことをシェアしたかったのと、金が目的になっても幸せにはなれないよっていうことが言いたかったの。ああ、それわかるかな？わかる？言いたいこと。うん。あ、ねえねえ、みんなね。見た目はヤンキーだけど、ちゃんと向き合って話したら、俺ヤンキーじゃないんだけど、俺よく言われんの、アウトローとか、なんつうんだろう。ええー、って。なんか、怖い人でしょうとか。俺、全然ただのオタクだよ。だって、ヤンキーの漫画の人ってさ、クローズとかワーストとか、牛島くんの話すると思うの。俺さ、なんて言うんだろう。読むの大の大冒険とかフェイスガードトリコって多分ヤンキーの人知らないと思うんだよ。わかる？だからヤンキーとかアウトローのイメージ誰がつけたの？いやだから利根川が言ってるわけよ。利根川が。なんでそういう考え方するんだろう。俺は金じゃないと思うよ。本当に。なんつうんだろうな。やりがいであったりとか、人との出会いであったりとか、なんかいろんなことがあると思うの。本当に。だから金を追いかけるなよっていう。何なんだろうね。なんでそんなイメージがついたんだろう。ちょっとよくわかんねえよな。金は命より重いってね。利根川みたいな人は精神レベルが低いだけ。ああ、ごめんごめんごめん。あ、ごめんね。あ、ごめんごめんごめん。気づかなかったわ。こっちか。ごめんごめん。つい。ごめんね。ごめんごめん。あ、花火ありがとう。お、花火ありがとう。ちょっとごめん。ちょっとやっぱり、ね、お坊ちゃまくんが出ちゃうから。いやいやいや、本当に本当に。本当にすいません。なんか、気分を悪くされた方いたら本当にすいません。なんか、視聴者の皆さん。本当に。本当ごめんなさい。ワドは変わったっつって。言ってることとやってることが違うワドね。トマピケティとワドは言ってることとやってること違うから。あ、今見ると絶望的に面白い。今見たいね。だからバーとかで貸し切りイベントやりたいもんね、ヤバゾーね。お坊ちゃまくん一晩朝まで流す会。もう酒飲みながらお坊ちゃまくん見る会あったら、イベントあったら絶対参加するっしょ。新宿ロフトプラスワン、200人集めて酒飲みながらただお坊ちゃまくん見るっていう会。俺そういうイベント好きだもん。だから俺が一番やりたいのは、エヴァンゲリオンを鑑賞する会をやりたいの。もうね、で、ただ鑑賞するだけじゃなくて、エヴァンゲリオン2話見るの。みんなで。バーとかで。もう、ただ見るの。で、その後俺が1時間喋るって枠やりたい。絶対面白い、そのイベント。いや、そういうのやりたいの。みんなで見て、はい、トークイベントです、みたいな。めちゃくちゃ熱いと思うよ。そういう好きな人が集まって、エヴァンゲリオンナイトとか、お坊ちゃまくんナイトとか、ガンダムとか、いろんな作品でやりたいんだよね。それは絶対面白いと思うんだよね。企画しようかな。エヴァンゲリオン見て、みんなで見て、エヴァを語り尽くすっていう。まあ、カイジでもいいじゃん。でも、利根川かっこいいよな。カイジの利根川はいいよね。俺、カイジの声優のチョイスがすごい好きなの。特にね、ブレイブメンロードって言って鉄骨あたりがあるんだけど、ブレイブメンロードの利根川は光ってたよね。ブレイブメンロードの利根川は大好き、俺。だから一人鉄骨渡りやりたいもんね。うわー、うわー、うわーっつって。一人で俺結構やるよ。ちょっと高い縁石とか見つけた。うわーっつって。風がー。おっすけーって。ダメだ、ワド君。全くなってない。サハラよーっつって。うわーっつって。あれいいよね。カイジが面白いの。でもカイジが絶望的にダメなやつだからだよね。リアルカイジグランプリ落ちたね、俺は。予選落ちた。でもそう、第1回の1000万の方で俺結構注目してたんだけどね。アニメ面白いのじゃないよ、ディオブランドさん。あのね、
もう腹立ってきた。うんとね、わかった。俺は、アニメの分類にエヴァンゲリオン入れてません。能、歌舞伎、オーケストラ、オペラ、アニメ、漫画、いろんなエンターテイメントの中で俺の中でトップ。それが、新世紀エヴァンゲリオン。あのね、アニメっていう中でトップじゃないの、俺の中では。いろんなディズニーランドとかも入ってんの。ディズニーシーも入ってんのね。ディズニーランドがあってディズニーシーも入ってんの。その横に USJ とかも入ってんの。で、この辺に風俗とかもあるの。風俗、デリヘルとかいっぱいあるの。なんかいろんなエンターテインメントの中でトップがエヴァンゲリオン。うん、本当に。だからエヴァンゲリオンをアニメだと思ってるからエヴァンゲリオン見ないんですよ。エヴァンゲリオンはそういうもんじゃないの、もはや。うん、花屋敷も入れようね。花屋敷ごめん。ごめんね。いやでもエヴァンゲリオンを見てないって本気で言うなら人生の 2% ぐらい損してる。いやあのね、俺は本当のこと言うと、生まれて初めて作品を見て衝撃を与えられた中で、その人格形成とか影響あったり、すごいっていうのあるじゃん。なんだこれとか。それエヴァンゲリオン超えたことがない。今までの、今まで出会った全作品の中で。で、オタクだからいろんなもん見てきたの。その中でエヴァンゲリオンがぶっちぎりにぶっ飛んでるの。エヴァンゲリオンの話します？じゃあ。エヴァンゲリオンの話長くなりますよ。長くなりますよ。ただ、はっきり言うけど、エヴァ見なきゃいけなくなるよ。で、ぜひとも見てほしいの、俺は。エヴァンゲリオンっていう作品を。何がすごいのか全部語ってあげるから。俺ね、はっきり言ってね、アメトークのエヴァンゲリオン芸人大っ嫌いなんだよ。完結はもうしてるんだよ、マキル。怒るよ。完結はもう終わってるの。ああ、もう、アニメ版も劇場版もないから。俺はさっき言ったでしょ。新世紀エヴァンゲリオンっていう作品はアニメ版のことを指すの。新世紀エヴァンゲリオンは劇場版、アニメ版じゃなくてアニメの話をしてんの。頭に来るからもうそういうバカな質問やめて。ガンダムじゃダメ。うん。エヴァンゲリオン見て。あのね、違う。俺だってエヴァンゲリオンでここまで来たところあるよ、正直言うと。いや、マジの話すると。え、語っていいの？ 100 人聞く？お前ら。聞く？エヴァンゲリオンの話。言っとくけど、俺寝てないですよ。もう、十何時間放送やってますよ。業務的なことも終わってるんですよ。石田とクモン竜の戦い見て、爆笑もしましたよ。その上で俺にエヴァンゲリオン語れって言うんだったら、長くなるけど、昼まで付き合ってもらうよ。めちゃめちゃ面白いよ、その代わり。いや、じゃあ語りましょうか。エヴァンゲリオンとは何なのか。エヴァンゲ、いや、もうついてこいよ。いや、金の話なんかどうでもいいから。エヴァンゲリオンの話を聞け。エヴァンゲリオンっていうのはまずね、何なのか。見たことない人が当時言ってたのは、萌えアニメでしょって言われてた。はっきり言う。女の子が可愛い、みんな綾波レイとかアスカが出てくるんだよ。エヴァンゲリオンっていうのは。ここ一番いらないところの、エヴァンゲリオンで。はい、来た。はい、来た。わかる？エヴァンゲリオンって、アスカとレイでしょっていう一番みんなが知ってるところ。はい、ここ一番いらないところ。ここが一番いらないところ。ここ一番エヴァに不必要なところ。知らなかったでしょ。で、エヴァってじゃあ何なのって言ったら、じゃあ、なんだろうって聞いたら、はい、出た。ロボットでしょっていうの。ロボットではありません、まず。前提としてエヴァはロボットではないんです。汎用人型結成兵器なんです。人なんです、あれ。エヴァンゲリオンっていうのは、まず人なんです。じゃあ、そこが面白いところなんでしょ？男の子のオタクが面白いところなんでしょ？はい。エヴァンゲリオンで、ロボット要素、いらないところなんです。わかる？萌えキャラのレイ・アスカもいらないところ。わかる？で、今度、じゃあロボットものが面白いでしょ？違うんだよ。一番面白いところ、どこだと思う？どこだと思う？ヒューマンドラマです。はい。哲学的要素じゃないの。ロボットじゃないの。だからスーパーロボット大戦にエヴァが入られてんの、俺はムカつくの。汎用人型決戦兵器って書いてあるじゃん。あれは、あのね、もっと言おうか。
エヴァンゲリオンって何なのかっていうと、あれ聖書って意味なの。エヴァンジェリストっていうのは聖書を配る人のこと、エヴァンジェリストっていうのね。で、あのアップルのね、スタッフ、アップルストアで働くスタッフのことをエヴァンジェリストって呼んでて、宗教的だって叩かれたんだけど、まあそれは置いとこう。エヴァンゲリオンっていうのは福音書って意味なの。聖書を指すの。つまり庵野がやったのは聖書を書き換えるっていう作品なの。だから西洋で受けなかったの。それくらい面白い。だからマジだよ、新世紀エヴァンゲリオンっていうのは21世紀の聖書書くって話。だからアダムとかイブとか出てくるの。でネタバレしますよ、いいですか。ネタバレ嫌いな人はもうどっか行ってください。行きますよ。シンジ君がアダムになる話だから、わかる。シンジ君が、これ結末を知ってる人だったらそういう話かってわかると思うんだけど、そう、シンジ君が最初の人類になる話なんです、エヴァンゲリオンっていうのは。はい、初号機とシンジ君とお母さんの関係について知りたい、ありがとうございます。 OK。 エヴァンゲリオンっていうのは最初の人間アダムとイブっていうのが出てくるでしょ。あれは最初の使徒がアダム、第二使徒をリリスと言います。で、第二使徒を捕獲したんですよ。これアダムだと思ってたんだけど、あの、まあいいや、その辺置いといて、第二使徒のコピーで作ったものがエヴァです。OK。第二使徒のコピーを作ったの。要は神ね。アダムとイブは神だと思ってください。これ使徒って呼んでるけど、神様です。わかります?アダム、第一使徒、第二使徒っていうのがいて、第二使徒のコピーを作ったのがエヴァンゲリオン初号機。で、エヴァンゲリオン初号機は第二使徒の、DNA が継いであると。だけど、魂入ってないよね。で、これを作った、イカリユイっていうお母さんは、初めて、その、エヴァを動かそうという実験をするんです。要は簡単に言うと、お母さん自身の魂を使ってエヴァを動かすっていう初期実験を行います。その時に、事故が起こります。シンジ君が1歳か2歳か何歳か忘れたけど、幼稚園生ぐらい、4歳かもしれないけど、目の前で見てるんだけど、お母さん事故で取り込まれます。簡単に言うと。これが一番最初の事件なんです。エヴァンゲリオン初号機の。で、時は経ってシンジ君は親に捨てられて、使徒、第三使徒っていうのが来る。これが第一話、一番最初に戦うのは第三使徒なんです。わかる。これと戦う時にエヴァが動かないっていう問題が出てくるんですよ。間に合わなかったの、使徒の侵略に。その時に呼び出されたのがシンジ君。なんで動かせるの？お母さんの魂がシンクロしてるから。だからエヴァンゲリオン、綾波レイとか赤い目をしたキャラクターっているでしょ。渚カオルとか綾波レイって赤い目をしてる。あれは実は第一使徒の魂を組み込まれてるのがカオルくんの。第二使徒がさっき保管されてるって言ったけど、あれの魂が入ってるのは綾波レイなの。綾波レイとカオルくんだけは魂の入ってないエヴァンゲリオンを操縦することができるのはここなの。魂が入ってるエヴァンゲリオンは操縦できないの。だからアスカは、アスカのお母さんが取り込まれて、同じ事件事故が起こってるからアスカは操縦できるの。でもアスカが心を閉ざした時にお母さんの心も閉ざしちゃったから、カオルくんが操縦することができた。わかった？ OK？ 初金さんどう？納得できた？長いよ。俺はみんなが知りたいことエヴァについて全部語れるから。起きろ起きろ、起きろこの野郎、寝かせねえぞ。いや、だからエヴァンゲリオンは俺多分配信会一詳しいから、間違いなく配信会一俺は詳しいから、俺はエヴァンゲリオンの全てのことに答えてやるよ。いや、エヴァンゲリオン、ネットフリックスは分かんないけど、全部見て、あの、全部見て、OK、セカンドインパクトっていうのは、まず、2014年が世界観なんですよ。エヴァンゲリオン世界2014年、シンジ君たち14歳の。つまり、シンジ君が生まれる前、2000年に起こったのがセカンドインパクトの、OK、セカンドインパクト。で、学校の教科書では何と教わってるかっていうと、隕石が墜落して人類の半分が死滅しましたと。要はあの世界っていうのは隕石が墜落して海面が上がって人類の半分が失われた世界の、これが学校の教科書で教わってること。
違います。ネルフが隠しているのは、まず北極大陸でさっき言った第一首都を発見します。北極探検隊が。その時に神と出会うんです。それが最初の人間アダムなんです。じゃあアダムは何かっていうと、俺らの子孫、人間はアダムのコピーの OK、 人類っていうのはアダムの遺伝子を組んでる。でアダムを発見する、神の力を手に入れる。でアダムを復活させようとした。それがネルフの元々の機関、ネルフの前身団体ね。なんつったっけ、前身の団体はね、ゲヒルンだっけな、ゲヒルンだっけな、多分ゲヒルンで合ってると思うんだけど、そこに勤めてたのがお父さんの碇玄堂と、六分儀玄堂と碇優衣の OK で、葛城サンサってあのセクシーなお姉ちゃんのお父さんがそこの、エヴァンを復活させる担当の研究者だったの、主任だったの。でその時に何が起こったかっていうと、まあ後で説明するんだけど、ガフの扉っていうのが開くんですよ。初号、要はアダムの復活に成功するの。そしたらガフの扉が開いて世界が滅ぼそうとするの、初号機、あ初号機じゃない、アダムが。でそれを無理やり封印したの、無理やりなんとか閉じ込めたの、当時の研究員が。それがセカンドインパクト、あ南極大陸だ、うん、南極大陸だ、ごめんね、ちょいちょい間違えるから補足説明して。それがセカンドインパクト。ちなみになんでセカンドなのかっていうのは、ビッグインパクト説が採用されてる。ビッグインパクト説はまあ皆さんご存知の通りですよ。はい、千代千代桜花火ありがとう、ありがとう。はい、次の質問どうぞ。エヴァンゲリオンに関する質問以外受け付けません。エヴァンゲリオンの質問どうぞ、みんなで詳しくなろう。ディオブランドどこ行った、いるか、逃さねえぞこの野郎。エヴァンゲリオンの話しようぜ。いやめちゃめちゃだから長いよ本当に。エヴァンゲリオン全部理解しようとすると、いや見るとしたらじゃなくて見ろっつってんの。サードインパクトは信じ、いい話だな、いい話をするな。 OKOK、人類を、ちょっと黙ってて、ディオブランド。ちょっとうるさい。サードインパクトはシンジ君が引き起こしたのか。これが面白い話。サードインパクトを食い止めるためにネルフは働いてたんです。OK? ネルフの目的は、サードインパクトを食い止めるためにやってたんです。で、そのネルフのトップの目的、組織の目的ではなくて、ネルフのトップの目的は、サードインパクトを引き起こすためにネルフを作ったんです。面白いでしょ。でね、サードインパクトを、このサードインパクトを止めるために働いてて、トップの人は牛耳ってて、サードインパクトを起こさせようとしてた、上部組織も引き起こさせようとしてた。つまり2つのシナリオがあるの。この2つのシナリオを全く無視して引き起こしたのはシンジ君です。だから結論から言います、サードインパクトはシンジ君が引き起こしました。引き起こしました。でここで質問なんですけど、映画から見るっていうのは、お前ぶっ飛ばすぞこの野郎って話だから、お前人の話聞いてんのかよ、ディオブランド、ぶっ飛ばすぞこの野郎。アニメの、俺は原作しか認めねえから。もう一回言うぞ、新世紀エヴァンゲリオンっていうのはアニメが原作だから、うん、ぶっ飛ばされてえのかこの野郎。アニメの話してんだよこっちは、うん、劇場版なんかいらねえよ、うんうん、ちょっとお前調子乗んなよって話よ、うん、上波9とかまだ早えよ、何年待ったと思ってんだよこっちは、何年待ったと思ってんだよ、何十年待たされたと思ってんだよっていう話もある、っていう話もいい話だ。今見るしかないの、エヴァは。エヴァは今見る人はすごいお得なの。その話していいですか。あのね、エヴァって東映放送6時半とか7時とかに放映されてたのね、土曜日の。急にエッチなシーン流しちゃって、クレーム団体にクレーム入れられまくって、途中から深夜アニメ深夜2時になるんだよ、12話ぐらいから。こっちは中学生ですよ、深夜2時見ましたよ僕は。ふざけんなって話だよ。見せられたね、見せられた挙句なんだかわかんない終わり方されるんだよ。ふざけんなって。当時の2チャンネルはもうすごかったんだよ。
その後、数年後、リメイクします。もうさっきの、もうウヒャーですよ。チンコ振り回した。こんなんだよ。もうウヒャーってなったの。エヴァファンは。処理ちなみに 3% とかだったからね。一部のエヴァファン、ウヒャーってチンコ振り回してなんだよ。そこでだ。そこで作られた作品が、なんと、総集編でした。はい。何年か待たされて、総集編見せられたんだよ、俺ら。追加されたの7分。7分間だけ追加されたのは2時間の映画で。ブチ切れですよ。その後に作られたのが、エアーと真心を君に。これは残り2話のリメイクなの。残り2話が問題の作品なの。これをリメイクされたのが劇場版、エアーと真心を君に。で、一巻完結します。まあ、真心を君にも、これ問題は問題なんだけど。で、これが終わるの。これがエヴァンゲリオン。OK? 新世紀エヴァンゲリオン終わります。で、10年後何が起こったかっつうと、10年後、庵野はこんなことを言います。監督こんなことを言います。10年間、エヴァを超えるアニメが一つも生まれなかった。我々はもう一回作ろうと思うって言ってできたのがジョハ Q だよ。で、次終わるんだよ。アニメ見ろや。ジョジャクちゃん風船ありがとう。今日から見て。で、何がすごいかいっぱい言いたいことがあるの。いっぱい見どころあるの。はっきり言うよ。今日ディオブランドを見た時にわからないって言うから。何にもわからないの。エヴァンゲリオンって何のこういう俺が話してる説明一切ないから。もうね、終わった後どんな顔するか教えてあげる。これエヴァ見た人だったらわかる。最終話見た時。こんな顔になるから。これマジだから。いや、いや、こんな顔になったでしょ、みんな。みんななったよ。いや、本当になったでしょ。見たことある最初は。なるよね。これ嘘じゃないから。初めて見た時の顔、こんな感じだよ。鏡用意しろ。いや、本当にこんな顔になんの？俺200回見てるから。本当に嘘じゃなくて、持ってなくて200回見てるから。DVD 見すぎて擦り切れたんだよ。DVD 見すぎて擦り切れたんだよ。俺。聞いたことないでしょ？ DVD 擦り切れたやつ。ビデオテープだったらわかるな。見すぎて DVD が擦り切れたんだよ、俺。その後で俺の枠に来い。ワド、お前すげえなってなるから。ワド、お前ここまで知ってんの？みたいな。うん。攻略本みたいなもんだから、俺。うん。YouTube はまだ早いってだから。違うんだよ。あの当時のことを考えてもらいたいの。あの当時の時系列で、それ見ちゃうと、YouTube の解説見ちゃうと、この顔できなくなるから。つって。いや、嘘じゃないって、本当に。いや、だからこれは見た人はなるって言ってるじゃん。ケンタンメンと OS さんは見たんだよ。で、3年間待たされて、やった、劇場版だ、やっと見れるっつって、総集編見せられたんだよ。で、って顔したんだよ、また。つって。その数年後見せられたのが、エアーと真心を君なんだよ。で、その後どういう顔するかっつうと、真心を君に見終わった。俺らだから3、4回この顔してるんだよ。3、4回も。本当に3回もやられてんだよ。うん。いや、本当だって DVD。いや、マジで。いや、だから、そう。その全部見た上で来いっつってんの。YouTube 見て来いっつってんの。うん。エヴァンゲリオンアニメ版って言い方やめて。本当に腹が立つから。本当にぶっ飛ばしたいから。その物言いやめろよ。エヴァンゲリオンアニメ版って言い方やめろよ、この野郎。ふざけんじゃねえよ。アニメ版って言い方やめろっつってんだろ、さっきから。てめえ、この野郎。何なんだよ、てめえ、さっきから。喧嘩売ってんのかよ、この野郎。アニメ版って言い方やめろっつってんだろ、この野郎。マジで。原作だっつってんだよ。なんだ、アニメ版って。ごめんごめん、悪かった。いや、これわかるでしょ。わかるでしょ。何アニメ版って。もっと言うなら、まあ、一番腹立つやつ教えてやるよ。和藤さん、原作読みました？って。和藤さん、原作の漫画版読みました？って。和藤さんって。
お前原作アニメだっつってんだろうがよ。アニメが放映し終わった数十年後に漫画版完結。はぁ、腹立つ、腹立つ。アニメが原作なの。原作って言い方やめろよ、本当に。漫画版は原作じゃねえから、サダモトエヴァって呼ばれてんだよ。サダモトが書いたエヴァだから、サダモトエヴァでリメイクなんだよ、あれも。ふざけんじゃねえ、マジで。腹立ってきた、なんだ。ありがとう、パフェありがとう。そう、原作を見て。うん、で俺は原作派なの。俺は原作派なの。原作を超えてないと思ってんの、うん、でもちょっと待って、ディオブランド待って待って、まだ間に合うかもしれない。はっきり言う、エヴァを見るとメンヘラになるから、うん、ディオブランド、メンヘラ障害者手帳3級になる自信ある。そう、あのね、はっきり言うよ。エヴァ見ただけで障害者手帳3級ぐらいのパンチはあるからね。はっきり言うよ。3日間飯食えないやつ。いや、これ本当だよ。ほら、嘘じゃないじゃん。見た人は言ってるでしょ。はっきり言うよ。初めて見るときは気をつけろよ。ガチでメンヘラになるから。軽くメンヘラになるから。絶対病むから。あのね、はっきり言うよ。何にも救いのない話だからね。何かっていうと、もう1話30分で26話までずっと、や、主人公がやめてよお父さん、乗りたくないよとかずっと言ってんだよ。で、嫌だって言ったじゃないか、なんでなんだよとかずっと言ってんだよ。ずっと言ってるよ。嫌だ、戦いたくない、怖いとかずっと言ってんだよ。ずっと言ってんだよ。いいの、やむよ。ずーっと主人公戦いたくない、嫌だとか逃げたいとか、もう乗りたくないってずーっと言ってんだよ。 OK、 人類補完計画っていうのがゼーレっていう、ネルフの上部組織にゼーレという組織があります。でゼーレが企んでいるのが人類補完計画、要は、これキリスト教にも出てくるんですけど、外典って言って、あの聖書、一般的に記されてない予言の書っていうのがあるの。それが司会文書外典っていう、その司会文書外典に沿った現代風な人類の終わらせ方っていうのが人類補完計画の。つまり、ネルフはセカンドインパクト、あ、じゃあサードインパクトを起こさせないためにやってたんだけど、途中で出てくる人類補完計画第二次中間報告書っていうのは、ゼーレから上からお達しが来た、こういう風に首都を倒し終わった後、人類をこういう風に滅ぼしなさいっていう命令書です。はい。つまりさっき言った、ゼーレ、ネルフっていうのはセカンド、サードインパクトを起こさせないための組織。でも司令官と、司令官と上のつながってる上部組織っていうのは、サードインパクトを引き起こそうとしていた。で、このゼーレっていう碇玄道の上部組織が書いたサードインパクトの起こし方の手引き書が人類補完計画。あ、唾溜まってきた、唾溜まってきた、唾溜まってきた。これオタク病ね。ここ泡吹いてくるから、俺。泡吹いてくるから。これオタクの証拠だから、ここ泡吹きながら喋るから。覚悟しろよ。ここ泡でびっちゃびちゃになるからな、俺。泡で、泡、カニみてえになるから、カニみてえに。覚悟しろよ、てめえら。うん、バーガープレゼントありがとう。それが人類補完計画。だから、イルミナティが流行ったのも、フリーメイソンが流行ったのも、全部エヴァのおかげだわ。補完の本当の意味が分かってないと無理な話。補完って言葉が諸悪の根源。あのね、そうなんだよ。人類を救うための方法論なんだよね。うん。ああ、そうだね。もうね、何が衝撃かっていっぱいあるんだけど、じゃあ皆さん、アニメの映画を見たときに、冒頭の5分、これもうネタバレだからね、ネタバレいい、OK だな、お前ら。ネタバレするからな、俺は。エヴァンゲリオンのさっき言った劇場版の2作目、デス&リバースじゃなくて、エアーっていうリメイク版ね、アニメ版のリメイク版、25話。エアー、オナニーで始まります。はい。皆さん聞いたことあります？主人公がヒロインの前でオナニーをするところから、オナニーをするところから始まります。それがエヴァンゲリオンです。これは庵野さんのメッセージです。この映画は俺のオナニーだからって。はい。最高にかっこいい、クリエイティブな作品ですよ。俺はオナニー全部見せるぜって。俺のオナニー見ろや。
あれは母親と見たら気まずいね。アダムとどこ、いい話だね。オッケー。さっき言ったビッグバンインパクト、ビッグバンインパクト説っていうのが来るんだけど、黒き月っていう惑星があります。黒き月が地球にめり込みます。地球から破片が飛び散ります。そこで、こう、地球の自転とか重力とかに巻き込まれて月ができます。オッケー。オッケー。この黒き月には月と一緒でクレーターがありますよね。そこの上に地表ができますよね。埋まるんで。そこにできたのがジオフロントです。はい、勉強になった。そこで来たのがアダムとイブ。黒き月に乗ってきたのがアダムとイブですよ。はい。まあ、っていうよりも全部の人がそこから来たんだけど。はい。最終的にゼーレとゲンドウは何を目指してるの？ゼーレとゲンドウは簡単に言うと人類を滅ぼすために裏で暗躍してます。ただ、ゼーレを裏切ります。ゲンドウは。私利私欲のために、ゼーレを裏切ります。はい。それが見どころです。ただ、それを聞いてないと何をしてるのかわかりません。はい。つまり、ゲンドウが暴走するんです、最後。多分ね、それはね、読み解けないと思う。多分ね、俺ね、70回目ぐらいでやっと意味が分かった。バーガープレゼントありがとう。で、はっきり言うけど、その黒き月とか用語が出てくるだけで一切説明ないです。今僕が話してることは作中に説明されません。ハート花火ありがとう。今俺が話してることは作中に全部出てこない。どういうシーンが出てくるかっていうと、いきなりだよ。カットがいきなり変わって、人類補完計画、次の世界怒り、どう考えておる？ゼーレのシナリオ通りです。これで終わり。今俺が話したことは、作中は今こんな感じ。イカリ君、イカリ君とか言われて、人、物、金、時間、一体いくら、親子揃って一体いくら使えば気が済むのかね。イカリとか、もうそれだけ。それを俺は意味を説明したいの。アニメじゃ多分意味わかんないと思う。いや本当にそうだよ。それをみんな何十年もかけて積み上げて読み解いていったの。国が一つ傾くよって言われてたね。怒りは、国が一つ傾くよって言われてた。怒り、だいたい説教されてるの、怒りは。上部組織に、ゼーレのシナリオ通りです。全てはゼーレのために。もうショートコントだよ、もう完全に。だいたい偉い人に怒られて、問題ありません。いや本当だよ、もうずっと怒られてるの。問題ありません、ゼーレのシナリオ通りです。本当にだいたい言動は怒られてる、でもなんかかっこよく切り返してその場を乗り切るって感じ。本当そう、真っ暗な部屋の中で下からライトバンバン当ててる偉い人たちに説教される。でその後フォロー、あの部下がいるんだけど、冬月っていう、怒りっつって、いいのかとか言って、怒りっつって大体フォローするの。ああっつって、怒りっつって、怒りっつって、お前の息子のために怒り、ああっつって、大体そういう関係。ゼーレの老人たちが黙っていないぞ、怒り、ああ、もうそういう映画、そういう作品なの、もう本当に。ていうか本当にエヴァを超えるアニメってなくない？アニメっつうかエンターテイメントとしてエヴァ超えたものないよね。そう、精神ズタボロになるでしょ。だんだん分かってきたでしょ、ディオブランド。俺が嘘ついてないの分かってきたでしょ。周りがどんどん言ってくるでしょ。いや本当精神病むよって。だいたい見てないやつが語るんだよ、エヴァを。見てないオタクでしょって。違うわ。ヒューマンドラマだから、見どころは。ヒューマンドラマだ、男の戦いとか最高だよな。
なあみんな、みんなわかるでしょ？男の戦い最高だよな。唯一の救い、男の戦い。あそこで終わっときゃよかったんだよ。ど真ん中に持ってくんの。ど真ん中の話。感動するよな、あれな、ちょっとな。乗せてください。僕はエヴァンゲリオン初号機パイロット碇シンジです。あ、見て原作を。あそこも本当に震えるから。その時の主人公の強さよ。カオル君はゲイじゃないんだよ。カオル論も深いよ。あとね、俺がエヴァの話する時にエヴァ見た人がみんなびっくりする話あるよ。あ、劇場版見るやつは帰れ。話になんねえ。帰れ帰れ。お前らにはまだ早い。まだ終わってねえから。あのね、みんながびっくりする話教えてあげようか。あ、でもこれはな、言っていいのかな。ディオブランドを言っていいのかな。これはディオブランドは聞かない方がいいな。この話はディオブランドを聞かない方がよくて、今見たことあるやつに聞いてもらいたいね。ちょっとディオブランド、ちょっと5分ぐらいどっか行っててくんねえか。これは今まだ早い、まだ早い。これはね、衝撃の結論だから。いや、ネタバレいいんだったらいいんだけど、いやちょっとね、これは見たことある人と語りたいんだけど、これみんなえって言うから、もうこっから大論争始まるから。もうね、味方が、さっきまで味方だったやつが敵に変わる話だから。これギニューさんとかね、 OS さんとか顔ケンタンメンとか噛みついてくるから、ちょっと5分後に来て、もう3分後でいいや。3分後に来て、3分後戻ってきたらもう大戦争起こってるから、ちょっと3分間ちょっと行くよ。 OK? OK だったら OK って書いて、 OK って書いたら喋り始めるから。ディオブランド抜けるとき OK って書いて、その時にここは戦修羅場に変わるから、エヴァオタクたちの。 OK かな。行くよ行くよ。準備いい？みんなエヴァ見た人手挙げ。エヴァ見た人手上げ。エヴァ見た人手上げ。ケンタンメン、OS さんで、ギニューさん、ケンボーさん、この辺ね。 OK 行くよ。シンジ君がそぼろさん見た、イヤスさん見た。シンジ君のお父さんは言動じゃありません。はい来た、はい来た。さあ語り合おうか。いや語り合おうぜ、いや語り合おうぜ。だからお前らにわかだっつってんの。だからお前らにわかなの。エヴァを知らねえっつって俺が一番詳しいんだ。やろうぜ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 。いやいいよいいよ。だからお前ら、俺オタクをなめんなよ。お前らもう最後にはワドすげえで拍手で終わりだよ。最後この枠はおめでとうで終わるから、もういいよ。ディオブランド戻ってきていいよ、もういいよ。さあやり合おうか、さあやり合おうか。全くエヴァの根本を歯とか絵とか言ってるの君たち何にも理解してない。テーツも、だから言動はセカンドインパクト起こそうとしたんだよ。全部つながるんだよ。だからシンジ君は捨てられたんだよ。お母さんは優位で間違いない。でも作中に書かれてるから。正確に言うとね、正確に言うと言動が父親かどうかわからないっていう作品なの、あれは。あの言動かもしれない。うん、ごめん、和道の言えば配信毎回見てるから黙ってる、ありがとう。でもこの話衝撃受けるよね、最初聞いた時ね。でもこれ聞いたらね、全部納得できるから。あ、そういう作品だったんだって。言動が怒り真摯を愛せない理由はそこなの。全部書いてるから。これね、どういうことかっていうと、今思えばだよ。今思えば。お父さん、冬月です。例えばなんだけど、例えばなんだけど、碇シンジの顔を見てください。これはね、クリエイターとか絵描きだったらわかるはずなんだけど、碇シンジの顔をまず見てみましょう。碇シンジの顔。これでしょ？これだよね。OK。この時、この顔をよく覚えといて。この顔の描き方。OK? 覚えといてよ。これが碇シンジね。で、骨格をよく見てほしい。
似てない？絵の描き方として、絵の描き方としてだよ、こっちとこっちどっちがお父さんですかっていう骨格の描き方してるよ。まず1点目、まず1点目、これねフェイクがふんだんに入ってる。で今度ね、冬月、もともと作品見た人だったら知ってると思うんだけど、あの教え子なんですよ、六分儀言動の。わかる？なぜ冬月が教え子の部下になったの？そう。で今度ユイとの回想シーンが出てくるでしょ。あんなひどいことをしてすまなかった、もう二度としないよって言ってるでしょ、ユイに対して。あのシーンのセリフ意味わかんないでしょ。あのね、はっきり言うよ、庵野秀明ぐらいの天才クリエイターが意味のないセリフ入れないから。意味わかったでしょ、だんだんつながってきたでしょ。じゃあお父さんとユイの墓場の前に行った時、碇玄道はなんて言った？すべて残ってないって言ったの。すべて処分された、この墓ですら偽物だって息子に言ったの。今度冬月と碇が会った時に、君のお母さんの写真だって、内ポケットからユイの写真が出てきたでしょ。つながってきたねー、つながってきたねー、みんなわかる？今度シンジ君が子供の頃を出してくるとき、普通親子の再会のシーンで過去シーンって書くんだけど、さて問題です、シンジ君とユイが映ってるとき隣にいたのは誰ですか？隣にいたの誰だった？はい、書いてみようか。こうやってユイが子供を抱いて、この子は人類の希望なんですっていう大事な大事なシーン、海を前にした綺麗な回想シーン、さて隣にいたの誰？さあ書いちゃおうか。誰だ、じゃあ今度真心を君に、死んだ時に好きな人が出てくるっていうのが出てきたよね。好きな人がいない時はユイ、レイが出てくるの。レイが LCL に溶かすパシャっていうシーンいっぱい出てきたでしょ。レズビアンだったね、あのマヤは赤木先輩って言って、で浮気してたやつはあの青葉じゃねえな、ヒューガは美里さんでしょ。冬月の時誰が出てきた？お前も会えたか怒り、ユイ君にお前も会えたか怒り、ユイが出てきてるでしょ。すごい話でしょ。玄道はなんでユイを言いたかったことがある？お前俺の息子じゃねえよな、シンジって。実は碇玄道はシンジ君のこと愛せなかったのがコンプレックスだった。自分の母親が浮気してたっていうのは後から知る。だからそいつにね、罪を償わせるためにずっと隣に置いてた。謎が解けたでしょ。以上です、はい、以上です、はい。どうでしょう、和道のエヴァンゲリオン面白いでしょ。アニメっていうのは鳥肌立つでしょ。それが全部隠されてるんだよ、隠されてんの作品に。それを読み解けるかどうかがリテラシーの。そう、だからあれは昼ドラなの、簡単に言うと。ヒューマンドラマって言ったのはそこなの。昼ドラで私の男よ、私の女よ、私の子供よって。だからね、一番近い作品はガンダムとかじゃないの、白い巨塔なのあれ。わかる、鳥肌立つでしょ。っていうか戻ってこないな、ディオブランド戻ってこないな。うん、そういうこと。玄道のシンジ君の対応だから男の戦いが泣けるの。僕はエヴァンゲリオンパイロット碇シンジです叫んだ瞬間、玄道は救われたの。息子じゃなくて部下として対等になった。だから喋れるようになったの、あの瞬間。全部書かれてるんだよ。あの瞬間玄道は救われたんだよ。息子として向き合ってたから喋れなかった。だけど一人の男として、僕はパイロットとして来たんですよ父さんって言った瞬間、仲が良くなる。分かった、すげえ泣ける話だ。でも裏切られちゃうんだけどね。だから最後すまなかったな、シンジって。シンジ関係ないのに巻き込んでごめんねっていうの。だからエヴァに食われるの最後。帰ってこないな、ディオブランド。帰ってこい、もう帰ってこい、お前は。
や、解説本も動画も出せるよ、俺全然。余裕で出せるよ。だからエヴァに関する質問全部答えられるもん。自信あるもん。わかんないよ、その大難師匠の名前言われてとかも無理よ。記憶が定かじゃないから。そう、そう考えたら言動が一番の被害者の。あ、戻った？もうすごかったよ。これをディオブランドはいいだろ？この楽しみ取っといたの優しいだろ、俺みんな。もうダメよ、みんな話したら。すごかったよ、ディオブランド。いや、俺はディオブランドが最高にエヴァを楽しめるように配慮したかんね。この話が待ってるから、ディオブランドはまたこの衝撃を覚えられるんだよ。うん、よかったよかった。ちょうどよかった。お帰り。待ってたよ。もう最高だったよ。うん、だからエヴァ鳥肌立つでしょ、わかるでしょ。エンターテインメントとしてすごい奥が深いっていうか、作り込んでるのが。死闘を融合させる。OK。渚薫の体はシンジ君です。はい。渚薫はシンジ君のコピーです。だからシンジ君惚れるんです。完璧な自分だから。で、綾波レイっていうのはお母さんのコピーです。肉体は。だからお母さんにそっくりの。肉体はシンジ君。レイはお母さん、碇優衣。で、第一首都の体、第二首都の魂か。第一首都のアダムの魂が入ってるのがカオルくん、第二首都の、リリスの魂が入ってるのがレイです。はい、バカありがとう。うん、あ、いいね、キラキラさん同意見だわ、ありがとう。だから魂と肉体っていう概念があるの、エヴァには。で、エヴァには魂を取り込んだものがあるので、魂が入ってない0号機をなんで動かせるのかっていうと、レイがもともと、第二首都の魂を持ってるから。うん。LCL とサルベージについて聞きたいです。あれは簡単だよ。要は、溶け込んじゃったけど、その遺伝子物質、構成物質っていうのは残ってるから、それを取り出そう、サルベージしようって。ただそれだけ。うん。カオル君はシンジ君のクローンだよ。うん。そこはね、別に衝撃点1じゃない。そこは別にね、作中見てても全然気にならない。なんでかっていうと、カオルくんって1話しか出てこないから。それよりも、このシーンだよね。もうびっくりするシーンいっぱいあるの。みんなね、これ、もう、わあ、懐かしいって言うと思うけど。いくよ、ディオブランド。いくよ、みんな見ててよ。俺、リアルに再現するから、ディオブランド。いくよ。よーい、スタート。あ、ごめん、間違えた。はい、天才。はい、天才。こんな作品見たことないよね。思い出したでしょ、みんな。思い出した？みんな。はい、天才。はい、天才。思い出したでしょ？思い出した、みんな。はい、天才。もうこれは、リアルタイム見たとき、何度音量ボタン変えたか。あれ？あれ？つって。あれ？表現だね。はい、天才。庵野天才。これはぜひ体感してほしい。これはもう壊れたっつって。あれ？なんか一人で部屋で見てんのにゾワゾワするっていう。何これ、何これ、何これみたいな。何見せられてんのこれっていう。わかる？みんな。いや、もうそういうのがいっぱいあるから。
ディオブランのネタバレにならない程度で盛り上げるために教えてあげるね。いい？今から見ると思うけど、ヤバゾいる？ヤバゾまだ見てないよね。これはネタバレになるんだけど、ネタバレじゃなくて、これフックって呼んでるんだけど、面白くなるため。はっきり言うよ。3話まで見てつまんなかったらエヴァはつまんない。3話の中にすっごい話、もうアニメ界の常識を覆すのがあるの。うん。あのね、まずなんだけれども、まず、あ、ありがとうね、マー君、いらっしゃい。あのね、まずなんだけれどもね、1話目、戦います。1話の最後。2話目。要はね、戦ってるの。敵にガーンってわしづかみにされるの。わかる？喧嘩突で言ったら、なんつうの？もう、喧嘩が始まったーっつって、人にバーンってやられて、ビルバッシャーンガーン。これが一番の終わり。エヴァ初号機が、ダーンドーンバーングシャーン。2話目。普通、この続き待ってるな。この続き待ってるでしょ。あ、2話でいい。2話。2話、2話だわ。3話じゃない。最初2話。バーンドーングシャーン。で、普通こっから始まるじゃん。始まりません。病院のベッドで始まるの。シンジ君のファッはっなんだここっつって病院で日常生活を送る。でどこどこに住む、私の家で住みましょうよってお姉さん、綺麗なお姉さんとルームシェアが始まる。で寝るね、コンビニでご飯食べたり、ご飯美味しいですねとかなんだかんだっつって、あ、新生活が始まった、ドキドキするっつって布団の中に眠った瞬間、ここはかっこいいとこね。特訓、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 つって、もう、そっくん、終わりで始まるの、戦闘が。こんな演出ある？もう、視界が、瞳孔が開いて、特訓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 って言って、戦闘が始まるの。めちゃめちゃかっこいい。もう今話してて鳥肌が立つ。何これっていう。続きは見せませんっていう。その日常、非日常、日常、非日常で構成してんの。このつかみよ、庵野さんの。これ見て。うん。あ、無料サイトで見てた。うん。もう見どころいっぱいあるから。最高にかっこいいから。いやー楽しいね。今日死んでもいいな、本当に。こんないい話を聞いてくれる人が130人もいるのは幸せだよね。最高だよ。もうね、構成が最高な、つかみがね、要は1話で見た時に、1話を見たときに楽しみにしてるわけだよ。ありがとう。ハート花火ありがとう。猫助さんこんばんは。その、なんつうんだろうな。すごいの。え、俺32歳で書いてあるよ。うん。32。そのね、なんつうんだろうな。なんつうんだろう。なんて言うんだろう。もうね、最高。もう最高。もう最高しか言いようがないな。もういいかな。まあ今日はこれくらいにしようか、エヴァンゲリオンの話は。エヴァンゲリオンの話これくらいでいいか。まだあったら全然話すけど。まああとはネットに載ってるでしょ、いろいろ。言葉じゃなくてね、もうすっごい鳥肌とか立ったり、なんだろう。ありがとう、大花火ありがとう。あのね、なんつんだろう、シンジ君の気持ちとシンクロしていくの、俺らが。もうね、なんかね、もう働きたくないよみたいになるの。やだよ母さん、なんで働かなきゃいけないんだよみたいになってくの。やだよやだよ、なんで働くんだよみたいな。これは見た、当時見てた人は分かるって言うと思うの。分かるでしょ、当時見てた人。あのね、働きたくないニートとのシンクロ率が半端じゃないの。なんで働かなきゃいけないんだよ母さん、なんでだよっつって、働きたくないよ、なんで僕ばっかり働かないといけないんだよっ
ってなってくの。だから病むの、本当に本当に病むの、うん、そう。でもたまに働きたくなったりするじゃん、ニートが長いと。ねえ働くよ、今働かないと何もならないんだよ、履歴書を通してよ、お願いだから働かせてよみたいな。ねえ働かせてよドッグンみたいなね。てってててててててん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 ですよ。たまに働きたくなるぞ、ニートって。その葛藤がすごい。いや俺はシンクロしてたよ、シンクロ率 400% だったよ。美里さんとシンジ君がチューしたの最高じゃん。あれが、ケンタンメンなんでだっけじゃないよ。やめてよ、美里さん。覚えてないの？女が怖いの、あれ最高のシーンだよね。あの、14歳のさ、男の子、29歳のブリブリのいい女が、14歳にちょっかい出そうとして、振られた後の美里さんのセリフ。女が怖いのね。すごくない？俺あれ何回見ても爆笑するんだけど、29歳の超いい女が14歳の男の子と一発ワンチャンみたいな感じで、やめてよっていうの。美里さんやめてよみたいな。そんな気分じゃないよみたいな感じで、すごい雑な振り方をするの。構わないでみたいな。そしたら部屋から出た美里さん。女が怖いのね。あれもう最高に面白いんだけど。美里さん痛いやつだからね、本当に。めちゃめちゃかっこいいと思う。あのね、あのね、簡単に言うとね、朝比奈みたいな女なの。なんか強いの、精神力が。俺だから朝比奈見てると美里さんと被る時あるんだよね。わかる？メンタルの強さ。なんか。わかる？でね、アスカは爆走なんだよ。ツバニャンは爆走っぽいの、ちょっと。顔とか全部無視して内面的なことを言うとね。あ、でね、あの、シンジ君は荒野だよ、荒野。おー。すげえ、あれ何回見ても笑うんだよな。あれ最高のギャグシーンでしょ。いや、タフでしょ。レイは、のんちゃんでしょ。アスカはね、ちょっと難しいんだよね、そこは。設定が変わってるんだよ。あのね、っていうのも、あの、2号機をコントロールできるっていう設定も変わってるし、若干細かな設定変わってるから、最終編見てみないとわからないっていうのがあるんだけど、あの、蒼龍と四季波って、あの、軍艦の名前なんだよ。で、綾波型なのね。だからね、その、あ、レイ側に何かに属してるはず。だからね、今回ね、多分ね、選ばれるのはアスカじゃないと思うよ。エンドで。綾波はのんちゃんだね、俺の中で。四季波アスカラングレー、蒼龍アスカラングレー。俺はでも蒼龍アスカラングレーが人間っぽくて好きだったね。巻波、四季波、綾波でね、もっとね、注目しないといけないのが、碇結衣が、あの、六分儀言動の名前の設定が変わってるんだよね。碇結衣が何結衣になってたっけ？だからね、ちょいちょい設定変更が多分随所に入ってるはずなんだよ。バレないように。多分ね、アスカの名前が変わったの結構キーになってると思うよ。これ多分最後に選ばれるのはアスカじゃないと思ってる、今回。てかね、多分綾波取り戻すんだと思うよ。俺の予想は。っていうか話がループしてる、そのまあだからその旧作とかアニメ版じゃなくて、あれ続編なんだよ多分、上波級って。で多分ね、4回目の世界なんじゃないかっていうのが俺の考察だから、その新劇場版って言い方がおかしいんだと思う。多分続いてる、あれは。まだでも蓋開けてみないと分かんないけど、マリはどうっていうのがよくわかんないけど。
どうって言い方雑だろ。どうってなんだよ。マリはもともと綾波ゆい、あ、じゃあ碇ゆいの、あの部下だ、部下じゃなくて後輩で、玄道とタメだったのかな。あ、違うな、玄道の後輩だね。一個下かなんかだったの。いや、め、絶対見た方がいいよ。超興奮すると思うよ。めちゃくちゃ面白いじゃないですかって言うと思うよ、うん、っていうかね、多分俺の放送しばらく来ないと思う。4日ぐらい来ないはず。だいたい4日で見終わるから、ぶっ放したら。ただ中下りが半端じゃないから、本当に後半の下りが半端じゃないから気をつけて。ただ見終わってみないとダメ、諦めたらダメ。もうひどい、後半のグダグダ感は。うん、すっごいひどい。もうわけわかんないし。だから26話か？だから13時間だね。13時間、1日4時間3時間とか見りゃいいんじゃん。9の続編あるよ。もともと4部作だから。9の続編だってあんな形で終わったらおかしいでしょ。だからファイナルっていうのを今作ってんの。あのリピートってやつかな、うん、だからそれがもう4年5年作られてないんだよ。9の続編あるのっていうのがびっくりしたな。これがエヴァンゲリオンの公式サイトなんだけど、続、そして終わりっていう今作ってるやつね。で、そして日、そして半ってやつ。ほら、エヴァンゲリオン、新エヴァンゲリオン劇場版制作中って書いてあるでしょ。で、今言ったジョっていうのがこれね。これがエヴァンゲリオンジョ。エヴァンゲリオンジョね。うん、で、は。これが歯、エヴァンゲリオン歯。だから劇場版ずっと作ってないだけ。これが新しいやつ、新エヴァンゲリオンで、これがその音符の記号だとリピート、繰り返すとか元に戻るっていう記号なの。だからおそらくずっとエヴァ作り続けるんだと思うよ。いや、もうね、あんのが定期的に、もうだから何年間も作らないのはもうずっとだから、もう俺らは慣れてんの。理由をつけて何かしらでエヴァを作らないっていうのには俺らは慣れてるから、うん、だからハンターハンターのファンと一緒だよ。ゆっくり休んでいいよっていう、うん、そうなんだよね。多分あんのはずっと。だから俺はね、アニメ版の世界の中心で愛を叫んだ獣と終わる世界っていうのがアニメ版の最終話なんだけど、あれのリメイクする必要なかったと逆に思ってんの。エアーと真心を君には分かりやすかったけど、逆にアニメ版の終わりいいと思わない？新しく見てみ、大人になってみるって見るとめちゃめちゃ完成度高いよ。おめでとうの意味分かるよ。で、エアーと真心を君にの時間軸と全く同じ流れになってんの、起承転結が。あ、ごめん、26話プラス劇場版っていうか、そう、25話26話のリメイクの映画があるから、その映画が2つで2時間ぐらいあるかな。だから26話だから30話分ぐらいあるのかな。1個30分だとして15時間ぐらいかかるかもしれない。いや、もうね、感想まとめるっつうかね、多分ね、俺からしたらね、もう全部手に取るように分かるから大丈夫。俺らはもう、俺らそこ通過したから、ただ単に意味わかんねえっすっていうに決まってるから。とりあえずアニメ版の26話まで見終わったら来ればいいよ。アニメ版の26話の、世界の中心で愛を叫んだ獣を見に来たらおいで。わけわかんねえっす、面白かったんすけど、わけわかんねえっすっていうだけだから。その時初めて今話した全部のトークが、あ、これこういう意味だったんだとか、いろんな疑問が出てくると思うの。全部答える。アニメの見方っていうのを俺が教えるから。
アニメをちゃんと見る方法ね。そう、クリエイターは無駄なもん作画に絶対入れないから、意味のあるものしか入れない、伝えたいことしか書かない、そういうもんだから。海外、あ、24話かな。ごめんごめん、ちょっと待って、最終話調べるわ。ちょっと待って待って、俺が間違ってるかもしれない。23話24話かな。ちょっと待って、24話だったかもしれない、ごめん。あのね、ワンクールが24区切りだから、多分ヤバゾーが言ってるの合ってる。最終話が世界の中心で愛を叫んだ獣なんだけど、いや26話まであるね、26話まである。でもね、多分ね、編集されてるんだよね、 DVD 版。首都襲来から始まって、見知らぬ天井、鳴らない電話、雨、逃げ出した後、レイ心の向こうにです。いいよ、タイトルがいいよね、マグマダイバーとかさ。最後が、最後の死者が24話なので、終わる世界、あ、やっぱ26話だね、合ってた、俺26で合ってる。で、この終わる世界と世界の中心に愛を叫んだ獣が、あの、劇場版で入れ替わるの。この二つが入れ替わる。入れ替わるっていうよりも、パラレルワールドって言った方がいいかもしれない。24最後の使者だったら、そっから二つあるね。25と26が一番面白いところで、一番つまんないところ、イコールなのね。やばぞ。一番面白くて一番つまらない話が25と26だから、逆に言ったら25、26を見ないで意味がないって言える。DVD でも何でも借りる、借りないと。いや、俺好きなんだよ、エヴァンゲリオン。マジで面白いから。で、多分ね、人生とかに衝撃が走るんだよ、本当に。俺は走ったね、正直。俺は走った。なんだこれっていう。クリエイター狂ってるなみたいな。ブルーレイボックスを買う価値はあります、ヤバぞ。どんなに高くても、俺は当時12万円のコンプリートボックスも4万円のコンプリートボックスも買って損をしなかった。ツタヤにも絶対行くべき。で、はっきり言う。今売ってるブルーレイボックスと DVD コンプリートボックスは作画がされてない。要はね、フィルムを盗まれちゃって飛んでる。だからもう見れない輪があんの。俺アニメ版で覚えてる輪があんの。綾波が助けるシーン。飛んでる。あのね、2分ぐらい話が飛んでる。だから、どういう面白さっていうのはね、難しいな。ああ、いい質問だな。ありがとう。いい質問だわ。ありがとうね、キツネさん。今俺涙が出そうだよ、マジで。どういう面白さなの？不景。不景。不景。いや、本当にいい質問だなって。もう、シンプルだけど、涙が出そうなぐらい不景質問だわ。これなんて言えばいいんだろう。これね、エヴァを見た仲間たちはわかると思うの。不景は。一言で言えねえ。なんだこれ。どういう面白さなんだろう。ぶっちゃけの話、面白さとかじゃないね。なんか。もうね、はっきり言うよ。胸クソ悪い話だね。胸クソ悪い話。本当に。誰一人救われない話だね。俺はっきり言って、いろんなバッドエンドの映画見てきたけど、あんなにバッドエンドの映画見たことない。あ、文学だね。そう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 。川間さん、本当にそう。要は、芥川龍之介とかさ、夏目漱石とかと同じジャンル。それ本当にいいこと言ってる、川間さん。それ誰が言ったの？本当にそう。俺の中では、吾輩は猫であると同じぐらい。オーケストラのなんか、あるじゃん。なんかキャットとかあるじゃん。ああいうジャンルなの、俺の中で。
だから一言で言えないの本当に。エヴァって何って。そう、もう本当文学っていうかエンターテインメントっていうか、なんかアニメを超えてるの。だから俺ドルさんのエヴァ論大嫌いなんだよ。なんか あれはそれっぽく分かりづらく作ってるだけだよっていう、表面上で見てないの、あの人エヴァを見てないから。サイトの引用で あれはアンノがそれっぽく作ってるだけだよとか、初号機はイカリ、あのアントニオ猪木がモデルだよとか、もう適当な上辺だけの話なのよ。絶対ドルさんハマるよ。ドルさん絶対見てないエヴァを最終話まで見たら、あの人ドハマりする、断言できる。桜花火ありがとう。俺はむしろドレさんほどハマると思わない、ドレさんほど、ドレさんほどハマるよ、はっきり言って。ね、見てないんだよあの人。見てないものをねそれっぽく語るから腹が立つんだよ本当に。ドレさんは見たら絶対ハマる。あの人エヴァそんなでもないよみたいなこと言うんだよ、腹立つんだよ俺は正直。あー、すべてのことに意味なんてないわ、エヴァから来てる。エヴァじゃないんだけど、エヴァの中でそういう風な風潮はある、世界観として。エヴァは明確にそういうことを言ってないし、でもエヴァから影響を与えられてる。入院はしてないよドルさん。ドルさんは再入院するだろうね。うん。全てのことに意味なんてないっていうのは、俺はブッダ、シャクソンの言葉なんだけど、近いものがあるね。っていうか、ずーっと西洋哲学の話ばっかりしてくんの。簡単に言ったら。キリスト教とかユダヤ教の世界観で勝負するんだけど、最後何やるかっていうと、仏教やるの。これも深いところなの。俺が仏教詳しくなったら、キリスト教詳しくなったら、エヴァが原因なのね。で、俺は仏教とキリスト教ある程度分かった時に思ったの。西洋的な哲学の世界観の中で聖書を作るって言いながら最後悟りを開く話なの。そう、それがすごく面白い。で、最後の2話っていうのは仏教世界の、簡単に言うと何かっていうと、シンジ君の心の瞑想してる世界観だけで物語が終わるの。で、それで納得いかないって言った人、現実世界見せろ、リアリティを見せろって言ったのがリメイク版の劇場版なの。25話26話。でもそれでも納得しなかったんだけどね。でも俺はどちらかっていうとアニメ版の終わり方の方が哲学的で好きだったね。そう、オープニングの中でっていうよりも、残酷な天使のテーゼの中に、歌詞の中に全部答えが入ってんの。少年よ神話になれって言ってんの。うん。だから神話になる話。アダムとイブになる話。だそれは宮崎駿のやり方なんだけどね。もう主題歌で歌ってるっていう世界観を。ごめんね、さっきの質問スルーしてたな。どういう面白さ、どういう面白さ、人が苦しむのを見たりとか、喜ぶもの、悲しむもの、葛藤とか全部見せられるの。失敗とか、えぐさとか、失恋とか、友情とか全部見せられた上で、どん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 苦しんでいくの。はっきり言ってもううつ病なんですよ、シンジ君末期の。だから俺はね、石野浩介を見てるのに近いと思う。石野浩介っていう配信者は面白い、才能がある、すごくクリエイティブ、ただ胸クソ悪いでしょ。あれにすごく似てるの。救われないっていうか、なんつうんだ、石野浩介とエヴァンゲリオンはだいぶ被ってるよ俺の中で。皇帝の容態はまあまあ喉良くなってたなと思ったよ、ドレさん電話で話した時。ただあと1週間休むと思う、10日ぐらい。なんつうの、もう救われねえみたいな話なんだよな。
もうね、シンジ君がただただかわいそうでしょうがないの。でも、どうしようもないっていうのもちゃんと描いてるし。っていうよりも わかった。こういう話。うわー、美味しそうだなー。料理いい匂いするなー。うわー、鍋グツグツもうすぐできるなー。あー、腹減ったー。うわー、すげー、美味しそう。ドン。っていうのを3回ぐらい見せられる。ドン。ガシャ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 。で、本当にそういう作品なんだって。で、笑うっていうのは見てないからだよ。本当だよね。それ3回ぐらい見せられるよね、俺ら。いや、本当に本当に。そういう胸クソの悪さなの。わかるでしょ？これ本当だよね、みんなね。最後、あんのがバーンみたいな。バーンバーンみたいな。あーみたいな。お、嘘だろうみたいな。マジかって。殺意湧くレベルだよね、あれ。毎回やられるからな。なんだろう、あれ。すげえ、エヴァンゲリオンの釣り竿が売ってるんだけど、これめっちゃ釣り下手だけど欲しい。エヴァンゲリオンの釣り竿欲しくね、これ。何これ、何これ。釣りとエヴァコラボしちゃったよ。すげえ、めちゃめちゃ欲しい。釣りやらないけど 釣りやらないけど、エヴァコラボは全部欲しいんだよな。エヴァいいわ。エヴァグッズ何個あってもいいかな。あー、いいな、エヴァ。携帯のコラボもあって、いろんなのがあるよ、エヴァコラボは。使徒が釣れちゃうよね、あんなのね。だって日本刀とエヴァがコラボした時、さすがにやりすぎって思ったもん。関の刀匠と 日本刀とエヴァがコラボする理由ある？いや、大好きだね。大好きだね、エヴァは。大好きですね。大好き。UCC の缶コーヒーとかも集めるよな。いや、これはね、見てみないと分かんねえんだよな、エヴァのかっこよさって。だから俺がさっき「フライミートゥーザムーン」をアドリブで聞かせてくれた時に泣きそうになったのは多分そこだよね。エヴァ愛だよ、エヴァ愛。でも今回どうなるんだろうな。そうだよ。ロンギヌスの槍っていうのは、ロンギヌスさんっていう人がキリストを殺した時の槍の名前がロンギヌスの槍。聖書に出てくる、聖装、聖なる道具の一つだよ。なんだ、ナチスドイツが探し求めてる秘宝の一つだよ。 あ、そうなんだ。いや、もう作れないでしょ。だって完成してるもん。もう無理だよ。あったね、別バージョンで歌ったり、みんなで歌ったりね。なんつうのかな、アスカが不器用なんだよな。アスカが超不器用だったりとかね。
面白いよな。いやーていうか早く見てほしいな。ディオブランドが早く見てどんなリアクションなのか見たい。俺だってもう20年間待ってたんだもん。こうやってエヴァを見てくれる人、また新しくエヴァの仲間ができるの楽しいよ。でヤバゾーも見てくれるわけでしょ。でもヤバゾーはね FX やりながら見るだろうかんな。もうその時だけは株とかトレードやめてみてほしいわ。ながらで見てほしくないんだよな、あれはね。アンノがねもうメンヘラでぶっ壊れてく様が書かれててすごかったよ。アンノ実際だからもう大変なことになってたからね。精神病悪化してうつ病末期でほんと死のうとしてたらしいからね。で奥さんにもう自殺ひどいからエヴァ書くっていう流れになったらしいよ。10代初頭で見るのが一番いいね。え、ディオブランドいくつぐらいなの年齢層は。あのね正直言うとその通りなんだよ。猫背さんの言う通りで、あのね作業しながら見る暇がないはずなんだよエヴァは。でもね10代で見てほしい俺はエヴァは。でも当時の10代の感覚と今の10代の感覚は違うかもしれないんだよね。なんでかっていうと今26、まだ間に合うかな、まだ間に合うかな、どうだろう、間に合うかもしれない。26だったらいいかもしれない。うん、だから俺らは当時14歳でそれを見て、俺なんか32だから美里さんの年齢超えたかんな。うん、あ、喋り場で言ってたんだ。いやだってすごいエピソードいっぱい残ってるもん。エヴァにまつわる、アンノが発狂したとか、テレビ制作会社でブチギレたとか、もうなんか作らないからああいう文字をいっぱい使ったのね。制作が間に合わないから、文字がパッパッパッパって文字だけが浮かぶのってあれ間に合ってないんだよ作画が。本当は絵があったんだよ。それが逆に文化になっちゃったりさ。そりゃそうだよな。一つのアニメで絵描き込みすぎだからねエヴァンゲリオン。やりすぎだよなあれ。オッケー、いってらっしゃいディオブランドさん。ぜひ戻ってきてね。多分4日後か3日後か分かんないけど、 もしね素敵な作品だと嬉しいな。俺は作り手じゃないけど、エヴァが本当に好きなものの一人としてディオブランドーさんの何かを変える作品だと俺は嬉しいと思うよ。行ってらっしゃい、ありがとうね、行ってらっしゃい。また一人病人を作ってしまった。少年の心持つのは素晴らしいよ。うん、いやでもね俺はねエヴァっていうものを作ったアンノがすごい羨ましいけどな。あんな作品を世に生み落としたっていうのはすごいよ。人生かけて作ったのが伝わってくるもん。そこが一番好きなところかもしれない。一人のクリエイターが自分をボロボロにしながら作っていくの。だからね最後ね言わなかったんだけど、ディオブランドにはあの劇場版2チャンネルの画面が出てくるんだよ。実写になるの途中で。劇場版最後2チャンネラーがアンノ死ね、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 アンノ死ねって画面がぐちゃぐちゃになって、アンノがその自分がいかに攻撃されてるか、配信者としての苦悩を今味わってるか分かる。アンチコメントに溢れられんの世界中が。アンノ死ね、アンノ死ねって2チャンネルのコメントがバーって表示された後にエヴァが叫ぶんだよね。うわーつって世界ぶっ壊すの。すごい話でしょ。アンチと戦ってたんだよずっとアンノは。あの終わり方はアートでしょ。アニメで2チャンネルが出てくるんだよ。しかもその2チャンネルを模した絵とかじゃないのよ。2チャンネルをキャプチャーした画面が出てくるんだよ。あー、アスカが初恋だったんだ。アスカ可愛いかんね。
あれは衝撃だったよな、あのシーンは。いや本当にそう、本当にそうだよ。いや本当にそう、クリエイターがやっぱ強いよ。クリエイターもどきだからね、うん、俺は。いや本当にそうだよ、クリエイトできる人間に勝てないよ。あ、そうなんだ、スタジオカラーの。だってカラーはだってもうめちゃめちゃハッピーじゃん。だから嫌いなんだよ。あんのめちゃめちゃ金持って幸せそうに作ってるじゃん。ちょっとおかしくないっていう点がないからすごいと思うけどね。要はね、じゃあエヴァでちょっとおかしくないだけしかない作品なの。それをリスナーが考察して埋めていったの。だから面白いんだよ。だからちょっとおかしくないって思うところしかない作品だったの。でみんなが補完していったの、補填っていうか穴を埋めていったの。それがエヴァンゲリオンの最大の面白さだね。いや穴だらけの作品になったっていう、うん。でもその穴は実は庵野が用意していた、もうパズルのピース、パズルの形が決まっていた穴だったっていうのがさらにすごいっていう話なの。つまり庵野は天才、意図的にパズルのようにこう形をこうしかはまらないよねっていうくり抜き方だけをやる人の設定をめちゃめちゃ作り込んで、だからプロットっていうんだけど、設定を書く紙とか膨大になったはずだよね。え、セーラームーンとかと同じ時間帯だったもんね。いや詳しくないっていうか、逆に俺よりもエヴァに詳しい人っていうのは多分日本に100人いるかいないかぐらいのレベルだって胸張って言える。うん、だからオリラジのあっちゃんとか芸人ではトップレベルかもしんないけど、まあまあ俺に勝てるわけがないね。俺は自信持って言えるね。俺はだからネットにも載ってない情報で俺だけしかできない考察っていうのも何度か してるんだけど、これは多分聞いたことないと思う説っていうのは何個か言えるよ。俺がどう読んだかって話。多分ね、シンジ君は第1話の冒頭で死んでる。これ多分ネットに言ってる人いないと思う。俺検索しても出てこないもん。あれはシンジ君が死んだ後の世界の話だ。冒頭の序盤で死んでます、シンジ君は。なんでかわかる？だから見逃す気がないって言ったの、エヴァンゲリオンに関しては。あれは実はシンジ君が死んでるの。最初に交通事故で死んでるの。交通事故って言い方変だけど、言ってみて。だからさ、あの後半になると分かるけどさ、死ぬ時に綾波がレイが出るっていうの分かってるじゃん。で1話目の綾波レイが登場する時、プラグスーツを着て包帯まみれになって怪我してる状態で出てくるでしょ。その前にあの
美里さんと待ち合わせしてる時にさ、遠くの方に女の子がいてパッて見た時にさ、怪我してない綾波レイが映って、その後パッて綾波がレイが映って消えたところから飛行機がブーンって来て、美里さんが助けるところから始まるでしょね、言われてみたらそうでしょ。だからちゃんと書いてるんだよ、うん、そう、鳥になって消えたやつで包帯巻かれてないんだ。日本エヴァ研究会的なものには入ってない。もう独自の、独自でもう本とか読みまくって、研究だってさ、攻略本みたいに研究本が当時何百冊って出たんだよ。もうそういうのバンバン読み漁って、公式フィルムブックっつって制作者のメモ書きとかも全部読んで、だからもうとにかく読みまくってんの、エヴァに関する資料を。 DVD もコンプリートボックスで作者が書いてる覚書みたいなのを全部読んで。なるほどでしょ。だからそういう考察とかもいっぱいある。それくらいハマったね、エヴァには。ありがとう、大花火ありがとう、ありがとう、匿名さんありがとうね。でもね、あのね、ちょっとね、エヴァンゲリオンにね、ちょっと変な話していい？あのね、あの多分なんだけど、あのこれはちょっとね、なんであの当時思い入れがあったかっていうのはね、多分ね、母子家庭だったっていうのがでかかったんだよね。14歳で親から虐待されなくはなってたけど、母親に対する葛藤とかがあって、居場所がなくて家族に。でそのエヴァンゲリオンっていう世界観がまさにその親から捨てられたシンジ君っていうのがあって、だからね、すごいね、そのネット熱狂したのは多分俺のその、親父から捨てられたっていうコンプレックス、母親とうまくいってないっていうコンプレックスがすっごいあったね、多分ね。だからね、人よりもエヴァンゲリオンにハマったっていうのはそこがでかいと思う。俺は普通の人の見方と違かったんだと思う。当時抱えてたその世界とか自分と世界のつながり方みたいなものが分からなかった時だから、どうやって生きていったらいいか、どうやって戦っていったらいいかって。でそれとまさにそのシンジ君が悩んでる葛藤、世界とどうつながっていけばいいのかっていうのがすごく似てたんだと思う。だからね、のめり込んだんだと思う。だから俺カジさんの言葉とかすごい救われたもん。親父はだから、親父は人類補完計画を遂行する、要は自分の目的があったんだけど、シンジ君が乗らなかったら物語が始まらないし人類が終わっちゃうから、つまり計画通りだなっていう、10年間企んでた計画が始まったぞっていうところにニヤって笑っちゃう。要はシンジ君が乗らなかったらアウトだったから、全ての計画が、つまり物語が始まったよっていう、こうニヤだよ。要は将棋でさ、羽生さんが手震えるのとか一緒だよ。来たなっていう。だから俺の手のひらの中だっていうにやけだよ。初見だと意味わかんないことの連続でしょ。俺の考察だけどね。あんのはそうじゃないっていうかもしんないけど、俺はまあそういう風に見たかな。あれを読んだっていうか、そのそういう解釈をしたね。そうじゃない、整合性が合わない。後で集中してみた方がいいよ。本当に戻ってくるっつうか、それ以上のリターンがある作品だから。1日30分だけ風呂場とかでもいいから、ゆっくり寝る前とかにゆっくり見た方がいいと思う。何かをしながら見る作品じゃないね。登場キャラが少ないのは必要なくなったからじゃなくて、庵野っていう作品は
これクリエイターの話なんだけど、登場人物をブワーって異常に多く並べるの、あんのは。で、誰が誰だか分かんない、うん、ハンターハンターの富樫さんもそうなんだけど、ブワーって並べる。で、いらなくなった人を殺していくっていうスタイルの。普通だったら転校させたりとかいなくなったりとか、普通に登場しなくなるだけなのに、庵野さんって面白いの、殺すの。役割が終わったキャラクターを無理やり殺すの。で、最終的にはどのキャラクターも必要ないっていうのがミソの。だから全人類滅ぼすっていう。シンジ君だけ残すっていう。まあ、アスカを残すっていう。だからそれは、作家のやり方だね。その、なんつうんだろう。キャラクターをごちゃ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 させて、その、役割が終わったキャラクターを殺すっていう。それは、昔からそうだね。多分、作り手の問題だと思う。作り方がその方が楽なんだよ。だから梶さんが必要なくなった瞬間殺したでしょ。美里さんも必要なくなった瞬間殺したでしょ。いらなくなる順番で殺していくの。それはだから作家のエゴっていうか、作家のなんつうの、作り手のやり方だと思う。でもすごく合理的で面白いやり方だと思うけど、それはあれじゃん、シン・ゴジラもそうだった。首相がいらなくなった瞬間殺したもんね。はい、役割終わりっつって。意味があって殺してるんじゃないんだよ。シン・ゴジラはまあ面白かったね。うん、でも、なんだろう、面白かったっつうか、予算の割り振りがうまいと思った。ペンペンいるキャラでしょ。何言ってんの。ペンペンいらないキャラじゃない。めちゃくちゃ重要なキャラだよ。ペンペンはいるよ。びっくりするわ。電源が入ってない初号機がシンジを助けたのは母親だからなのか。フグ戦は、それは番組中に説明されてる。高速具が溶けたってリツコが言った時、高速具ってリツコさんが言うのね。高速具って。高速具が溶けた。高速具って言うから。そのシーン見て。エヴァンゲリオンの装甲版だと思ってるのみんな。特殊装甲。簡単に言うと鎧ね。あれは鎧を身につけてるんじゃないの。エヴァンゲリオンっていうのは生命の木を持ってるから、エヴァンゲリオンっていうのは、もともと師匠なわけでしょ。師匠のコピーだから。だから、制御するために鎧をつけてるんじゃなくて、あれは外部からコントロールするための拘束具なの。縛ってるの。電気で。OK。ナディア面白いよ。人は誰が使ったんだよ。誰も使ってない。もともと生命体、生命の実を持ってる生命体。まあお母さんが助けたっていう解釈でもいいんじゃない。どっちでも合ってるけど、でもそもそもはエヴァ単体で動くものを人類が縛ってるって考えた方がいい。だから暴走暴走って言ってたのは、暴走したんじゃなくてエヴァ本来の力で戦ってたの。だから制御不能状態のことね。エヴァに匹敵する作品は今のところないね。ただエヴァに匹敵するっていうか、何が一番っていうものはないんだけど、エヴァほどその感情を揺さぶられた作品は今までにない。ただ近いものはいくつかあるね。近いものある。例えば僕らのっていう漫画版の僕らのっていう作品とか、古谷実先生の秘密、それからサルチネス、なんだっけ、古谷実の、
古谷実のなんだろう、サルチネス、サルチネスだっけな、ごめん作品が出てこないわ。アスカは装甲だと教わってるね。12000枚の特殊装甲と AT フィールドがあるんだからだね、うん、まあ特殊装甲には違いないよね、弾丸弾いてたからね。シガテラじゃない、アイちゃんが出てくるやつ、サルチネスで合ってたかな、ごめん頭が回ってねえわ。あ、窓間際はっきり言って、うん、俺も折れたね。っていうのもやっぱりあのね、窓間際はなんつったらいいんだろうな、いやあのね、窓間際がすごいって言ってるのって、あの SF 的な要素でエヴァ戦ってると思うの。そこじゃないんだよエヴァの凄さって。エヴァの凄さってさっきから俺が言ってる通りさ、あの人間との葛藤とか、そうトラウマとかとどう戦うのかっていうところが素晴らしくて、 SF 的な設定を褒めてるわけじゃないの、わかるでしょ。人間味とかストーリーの伏線の凄さとかで、やっぱりね、あの SF 的にはすごい面白い話なんだけど、設定にこだわってるただの萌えアニメにしか見えなかった。愛ちゃん妹のやつだね、あれは泣いたね。トラックの中で愛ちゃんと語り合うシーンは俺は号泣したね。人を愛するってこういうことなんだって思ったよ。狂ったメンヘラのお兄ちゃんっていう、メンヘラっつうかもう人格破綻者っていうかさ、が一人の妹を愛する話だからね。お兄ちゃんに幸せになってほしいっていう、あの愛ちゃんの愛とお兄ちゃんの愛がすれ違ってるけど通じ合ってる時に俺は泣いたね。家族ってこういうもんだなって思ったから。なんだろうね、窓紛は別になんか超えたって言ってんのは窓紛のファンであって、実際何も超えてないからね、うん、だからなんかただ萌え歌の信者が騒いでるっつうか、 FSF 的な要素も別になんか俺は側の設定とかにあんまり感動はなくて、なんだろう、その人間の喜怒哀楽とかをどこまでぶつけるのかっていうのがその作品の面白いところだと思って、だからね、あの SF 的な要はギターのエフェクターかっこいいとかじゃないのよ。エヴァンゲリオンのすごいとこ尾崎豊的なんだよ、わかる？こう言うと伝わると思うの。ギターのなんとかのプレイすげーとか、エフェクター超かっこいいっすねとか、なんか側の話なんだよ、その SF の設定がとかどうこうとか、萌えの要素とかって、そこじゃないんだよね。あんのがやっぱ歌ってる尾崎的な歌い方がかっこいいんだよね。結構よくやってるよ、ヤフーとかでギャオとかでもよくやってる、無料でっていうか金払ってでも、買う価値あるから、お金に止め、ここで花火上げるのと同じぐらいの価値はありますよ。1話に1000円払ってもいいと思う。 DVD ボックス買って余裕だと思う。あれは本当にいいですよ。まあね、10年間20年間アニメとか漫画とか見続けてそれを超える作品がないんだもん、うん、だからエヴァンゲリオンのでっかいフィギュアとか欲しいよね。ユーネクストにあるんだ。金払う価値はあると思うよ。古い作品もう古典だけどね。だからそのアキラが好きな人にアキラは金払う価値あるよって言ってんのと一緒だよね。唯一アキラ超えた作品なんじゃないの。
だって社会論争になってるぐらいだからね。朝まで生テレビでエヴァンゲリオンやっても絶対面白いぐらいだもん。やってるんじゃないの当時。社会現象にまでなったアニメってなくない？あるか。ガンダムとかそうか。もう本当にただの社会現象だからね。しかも放映当初は話題にすら上がってなくて、オタクが見るもんでしょうとか知らないっていうの。放映が終わって10年後ぐらいにブレイクしたんだよ。パチンコ打ったりとか、なんかずっとグッズが売れ続けて、見たことある見たことあるって露出が上がって、だからもののけ姫と興行がぶつかった時負けたかんね。だからそれで初めて有名になった作品だかんね。そんなもんだよ。そうそうそう、そういうもんだよ。名作って最初気づかれないもんよ。でもね、アニメとか漫画とか大嫌いな母親だったの、俺の母親が。もう運動大好きで、社会人ソフトボールとか毎日行くような、もう要は分かるでしょ、アニメとか大嫌いで、俺しかアニメ見なかったぐらいの。妹も弟もバスケ部とかなんとか部とか運動部で、その母、俺1話から見てないんだよ実は。2話目から放映見始めたんだけど、母親が言ったの、私アニメのことは何にもわからないと。面白いと思ったアニメなんか一つもないけれども、生まれて初めてなんだかわかんない変なアニメを見たって言うと、だから見てほしいって母親に言われて2話目から見たのよ。これが結構ミソなところで、アニメが大嫌いな人がなんかわからないけど本能で最後まで見ちゃった変な作品があるんだけどって言われたの。これすごくない？それが俺の中で衝撃だったの。何それって、アニメなんか見ないじゃんつって、見ないって。でもたまたまテレビつけたら引き込まれちゃったって言ってて、で母親もそれから見なくなったんだけど、1話しか見なかったんだけど、今でも印象的でない。アニメが嫌いっていう人がなんだか分かんないけど最後まで見ちゃったつって、でどんな話って言ったらなんだか分かんないっていう。で本当に見てみたらなんだか分かんなかったんだよ。だ母親どちらかというとリア充タイプなんだよ。でもやっぱ作り手が本気で作り込むとそれくらいの作品ができるんだろうな。やっぱ人間は面白いものには勝てない。面白いものは見ちゃうんだよ、引き込まれる。魂込めて何かを作ると人間は引き込まれる。それが魔力なんだよ。何時間放送やってんだろか。病気だわ、病気、病気だ。寝よう寝よう。皆さんありがとうございました。135名の皆さんお疲れ様です。またもしよかったら僕の放送見に来てください。フォローも、花火もアイテムもたくさんありがとうございました、コメントもありがとうございました。もう寝ます。楽しかったです。おやすみ。